ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世界には色々な国があると思うけど、特にトルコってなかなか特徴的な国だと思うのよね。歴史も宗教も文化も、様々なものが入り混じっている感じがするのよ。そんなトルコにある様々な観光スポットにもめちゃくちゃ興味があるのよね。確かにトルコはヨーロッパとアジアの境目って感じで、それぞれの文化などの窓口的な存在だよな。そんなトルコで有名な観光スポットといえばカッパドキアだと思うが、霊夢は知っているだろうか？カッパドキア、もちろん知っているわ。景色が綺麗なのはもちろん、様々な岩が本当に幻想的だと思うよ。そうだな。そんなカッパドキアにはとんでもない規模の地下都市が存在していると言われていて、しかもその地下都市に潜む歴史や謎はかなり深いものと注目されているんだぜ。何それ、そんなの全然知らなかったわ。でもどことなく謎めいた国であるトルコなら、そういう謎めいたスポットがあってもおかしくないわね。マリサ、そのカッパドキアの地下都市の謎についてもっと詳しく教えてほしいよ。よし、じゃあ今回は古代遺跡カッパドキアに隠されていた地下都市の謎について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずはカッパドキアとは何かについて話をしていくぜ。カッパドキアはトルコの首都アンカラから約250キロ離れた場所にある岩窟群だ。アクサライ、ニーデ、ネブシェヒル、カイセリ地方に挟まれて中央アナトリアに位置し、1985年にギョレメ国立公園及びカッパドキアの岩石遺跡群として世界遺産に登録されているぜ。あの景色は他では味わえないような、神秘的な光景だと思うよ。確かカッパドキアって文化遺産と自然遺産両方の条件を満たす、世界でも珍しい複合遺産なのよね。お、よく知っていたな。まるで慎重な彫刻家のような繊細さで何千、何百もの月日をかけて自然が作り上げた岩層と、そしてこの火山灰に覆われた一帯を、必要に応じて掘り、削って暮らした村人たち、自然と人間が一体となって創造した見事な調和の世界が私たちの目の前に姿を現している場所だ。そんなカッパドキアは歴史の初期以来、様々な民族が集落を形成してきて、数知れない遺跡や古代都市が存在するに違いないと考えられてきたんだぜ。例えばその遺跡っていうのはどんなものがあるのかな？カイセリ近郊のキュルテペ、アクサライ近郊のアジェムホユックなどは有名だな。今日までに発掘された非常に興味深い都市遺跡のほんの数例と言えると思うぜ。私、カッパドキアがすごく綺麗な世界遺産ってことはわかるけど、歴史とかについてはあまり知らないのよね。カッパドキアの歴史についても少し教えてくれるかな？カッパドキアはアナトリア中央部の四方を山に囲まれた高原地帯で、今からおよそ1500万年前までこの辺りは広大な内海だったとされている。このカッパドキアの近郊にあるプズコという塩湖はその名残なんだ。この内海が干上がった頃に地中海沿岸のタウロス山脈に住む旧石器狩猟民たちが内陸部、カッパドキア地方の大部分を占める現在の今夜平原の肥沃な土地に移動し始めたと言われているな。そうなんだね。ちなみにこのカッパドキアには宗教的な絡みもあると思うんだけど、その辺についてはどうなのかな？この地域は交易ルートの交差点だったことがわかっている。そのため霊夢の言うように様々な思想、信条、哲学、宗教が入り乱れていた場所でもあるんだ。1世紀の半ばに聖パウロがここを訪れた時は、ゼウス、ミトラ、アティス、ディオニソス、チボシンなどの神々が一つ、または一色他に崇拝されていたに違いないと考えられているぜ。へえ、そうなんだ。じゃあその分新しい宗教が入ってきた際にはこれまであった既成宗教と対立したりもしたでしょうね。そうだな。有名な話だと聖バジル、ナジアンザスの聖ジョージ、カッパドキアのニサの人、聖グレゴリーは、これらの異教信仰と立ち向かい当時のキリスト教思想を形成するのに力を尽くしていたとされている。その中でも聖バジルはギリシア正教会の4人の教父の一人とされ、カッパドキアの教会にもしばしば、肖像が描かれているぜ。その聖バジルってあまり名前を聞いたことがないんだけど、彼はどんな人なの？聖バジルは裕福な家庭に生まれコンスタンティノープルとアテネで学問を収めた人だ。また広く各地を旅した後に貧しい人々に自分の財産を分け与え、自ら定めた厳格な規律に基づく修道的共同体の創設に献身した人でもあるんだぜ。かなり優秀かつ献身的な人だったんでしょうね。これだけの光景を生み出しているカッパドキアには様々な歴史的背景があることがわかったわ。それで、今回注目しているのがカッパドキアの地下都市についてだと思うんだけど、その地下都市っていうのはどんなものなのかしら？カッパドキアの地下都市については紀元前5世紀の古代ギリシアの歴史家クセノポンが著書に記しているが、その存在は長く忘れ去られており再発見されたのは20世紀も後半、1964年のこととされている。しかもその時も住民たちによって偶然発見されたと言われているんだ。偶然こんなすごいものを見つけたなんて、大層驚いたことでしょうね。
なんでもこの年の早春にカッパドキアでは雨が断続的に降り続いていたんだが、雨が止んで村人たちが春を迎えるために外に出てくると村外れの小高い丘の一角が雨で崩れていたんだ。そしてそこになんと大人一人が楽に入れるような穴が開いていたんだぜ。いきなりとんでもないものが出てきたわね。村人たちはランプをかざして中に入ってみたものの、それはとてつもなく大きなものでどこまで行っても果てがなかったという。これがカイマクルの地下都市の発見ってわけだ。また1965年5月になると二人のトルコ人考古学者が現地調査に訪れていて、彼らはこれらの洞窟を調べ、それが大規模な地下都市であることを確認したというぜ。この考古学者二人もきっとめちゃくちゃ驚いたと思うわ。だってこれまで誰も目にしたことのないような、とんでもないものだったでしょうし。ああ、このトルコ人考古学者たちは調査を進めていくと、他にもカッパドキアには大小を合わせて200以上の地下都市があることが発覚したんだ。その中でも巨大なもので有名なものがデリンクユ遺跡だな。そのデリンクユ遺跡ってよく名前は聞くけど、そんなに大きなものなの？デリンクユの地下都市は深い井戸という意味を持ち、広さ約4平方キロ、深さ約85メートルという地下空間で、トンネルの長さは30キロ以上、下部層には多数の井戸が発見されているぜ。内部では一番多い時期で4万人、常時でも5000人から1万人もの人々が生活していたとされているな。ほい、めちゃくちゃ規模が大きな地下都市だったのね。今もこのデリンクユ遺跡って見学とかはできるの？現在は地下8階まで見学ができるが、地下16階までもの地下空間が存在していることが確認されている。地下都市の各層は階段と傾斜した通路で繋がっていて、通路は迷路のように入り組み、高さはかなり低く人がかがんでやっと通れるほどの狭い場所もあるのが特徴だ。よくゲームやアニメに出てくるようなザ地下都市って感じがするわね。このデリンクユ遺跡にはどんなものがあったのかわかっているのかな？例えば寝室や厨房として使われていた部屋があるほか、地下1階から3階にはそれぞれワイナリーや羊小屋、貯水池、トンネルがあることがわかっている。随分と充実した居住環境だったことがわかるわね。また換気のための通気口は深さ約80メートルにも達し、最下層は貯水池として利用されていたこともわかっているぜ。他にも学校や洗礼堂といった都市のような共同機能もあり、地下にもかかわらず一つの都市として十分な役割を果たしていたことがわかるんだ。またデリンクユの地下都市とカイマクルの地下都市との間には地下通路も確認されているんだぜ。時代は結構昔だと思うけど、こんなに発展した都市があるとは驚きよ。実は1990年の初めにはカッパドキアにある地下都市の存在には気がついていたんだが、当時はまさか人工物であるとは誰も思わなかったとされている。現在は調査が進んでいるもののほとんどは公開されず、発掘も進んでいないんだ。まあなかなかこんなものを見る機会もないでしょうしね。当時の人たちがいかにびっくりしたか想像できるわ。そんな中で2014年にはネブシェヒル地域で家の解体中にさらに新たな地下都市が発掘されている。ネブシェヒル地域って妖精の煙突があるので有名な場所よね。ここで発見された地下都市っていうのはどんなものだったのかな？この新たな地下都市は地下18階ほどの巨大なもので、内部には農作物を運ぶためと思われるトンネルや境界なども見つかっているんだぜ。またとんでもない地下都市が出てきたわね。カッパドキアのあちらこちらで姿を現す巨大都市は誰が一体いつ作ったものなのかしら？どうやら地下都市の建設が最初に始まったのは4000年から5000年前あたりとされていて、誰が作ったのかは一切わかってないようだ。しかし痕跡から想定すると異なる民族の人々が共同生活をし、一つの文明を築いていたと考えられているんだぜ。それはなんとも興味深い話ね。その文明を築いたと考えられている民族っているのかな？いくつかの説があるが、まず考えられるのがヒッタイト人だ。ヒッタイト人は鉄器文明をもたらしたとされる民族で、この説はかなり有力視されている。ちなみにカッパドキアという地名はかつてこの場所を支配していたとされる。ヒッタイトの言葉で美しい馬の国を意味するというのが通説となっているんだぜ。あ、そうなんだ。その後ゾロアスター教徒が暮らし、やがてキリスト教徒へと変わったと考えられているな。え、待って待って。このカッパドキアにはキリスト教が関わっているの？ああ、実際に洞窟内にはキリストの施設や壁画が多く発見されていることもわかっているぜ。そうだったのね。それにしても地下で生活をするとなると空気がこもったり湿気が厳しそうな気がするけど、実際は意外と過ごしやすかったのかな？地下都市の人々は快適に過ごせるようにたくさんの通気口を作っているんだ。さらに入り口には巨大な門があり、外側から開けるのは非常に難しいものの、内部からは一人でも簡単に開けられるような仕様になっていると言われているな。そんな工夫もあるんだ。なんだか入り口が厳重な感じ、秘密基地っぽくてドキドキするわね。さらに地下都市がある場所の地盤に注目するととんでもないことがわかるんだ。なんと地下都市が作られた地盤は軽い石状で、比較的柔らかいという特徴があったんだぜ。なるほど、
それは石が柔らかくて掘りやすいからこそ、ここまで巨大な都市を広げられたって感じなのかな？でも柔らかいとその分強度も落ちそうだけど、その辺は大丈夫なのかしら？今のところ地下都市には崩れたり壊れたりした形跡はないようだ。じゃあもしかしたら当時地下都市を作った人たちは、地盤などの強度を理解した上でこの場所を選んだのかもしれないわよね。もしそうだとしたらかなりすごいことだわ。さらに各地下都市は通路で繋がっていることもわかっている。現在では地盤調査も方法としてボーリング調査、平板採火試験、表面波探査法などがあるが、当時はもちろん現代にあるような計測機器などあるわけがないよな。そうね。それにもかかわらずどうやって周辺都市との距離や方向がわかったのか、不思議な話だわ。ちなみにトルコからスコットランドにかけて、数千以上のトンネル遺跡も発見されている。これについてもどうやってもフリーハンドや勘に頼っただけではかなり難しいと思うんだよな。そりゃそうよ。一体どうやって何キロもある長いトンネルを目的地まで掘ったのかしら。その方法については今でも謎に包まれたまま、真相はわかっていないんだぜ。なかなかに謎が多い地下都市ね。そもそもこのカッパドキアの地下都市って何のために作られたのかしら？地下にこのような巨大都市を作らないといけない理由があったのだとしたらそれは何なのか知りたいわ。この地下都市が作られた目的については様々な説があるんだ。例えば夏の時期のカッパドキアは非常に気温が高いため、食料を腐らせないよう温度が一定に保たれる地下に貯蔵庫を作ったことが都市の始まりとされたりしている。また他の説としては他の民族や侵略者から人々を守る目的で、地下都市を作り始めたという説が有力とされているぜ。身を守るためこの地下都市に住んでいたってこと？じゃあ地下で暮らしていたというよりは地下に隠れていたの方が正しい感じかな？そうだな。ちなみに先ほど紹介した、カッパドキアの中で最も大きいデリンクユ遺跡の場合は、一説によると地下都市を作ったのは当時カッパドキアに住んでいたフリギア人という民族だったという。フリギア人って確か紀元前8世紀から7世紀頃、ヒッタイと滅亡後にこの地に王国を築いた民族よね。そうだな。この説によるとフリギア人は貯蔵場所や襲撃者から身を隠すなどして地下空間を利用したというんだぜ。ええー。じゃあ仮にそうだとしてそのフリギア人たちを脅かした襲撃者っていうのは一体何者だったのよ？そもそもローマ時代にこの場所に住んでいたのはギリシア語を話すキリスト教徒だったんだ。さっき話したように地下都市にキリスト教徒が関わっていたことはわかっているよな。うん、内部の痕跡から間違いないと思うわ。また8世紀から12世紀のビザンチン時代に東ローマ帝国は、イスラム化した信仰のアラブ人と交戦状態にあったこともわかっている。となるとフリギア人たちはその際の襲撃から逃れるために、地下都市を作ったと考えることができないだろうか？あ、なるほど。さらにアラブ東ローマ戦争が終結した後14世紀にモンゴルのテムール帝国がこの地域に迫るんだが、その時にも彼らはこの地下都市へ逃げ込んでいたと考えられているんだ。それでフリギア人たちは生き延びたってわけなのね。そう。後のギリシアのキリスト教が地下都市を使ってイスラム教徒からの迫害を逃れたとも言われている。ちなみにこの地下都市っていうのは最近になっても使われていたりしたのかな？20世紀に入っても同じように使われてはいたんだが、1923年にギリシアとトルコの停戦などがあったため人々はこの場所を放棄したと考えられているな。その証拠に避難所として使われていた痕跡はいくつか残っているんだぜ。ほう、その痕跡っていうのはどんなものなの？例えば地下3階に向かう通路にある丸い扉があるんだが、これは直径150センチから180センチの巨大なもので厚さは40センチから50センチ、重さは500キロもあったんだ。扉にしてはかなり大きいし重さもあるわね。これはあえて大きく、そして重くしたってこと？その通り、この扉は非常に硬く周りと材質が異なるため明らかに外から運び込まれたということがわかっている。またこの扉は外からは絶対に開かず内側からは簡単に開く仕組みになっていたんだ。へえ、それはすごいわね。さらに遺跡内からは避難所と思われる場所や武器庫まで発見されていることから、これは何かに備えて作ったと考えることができると思うんだぜ。まあ確かにそうだと思うわ。カッパドキアの地下都市には戦争から逃れるための防空壕とか、避難場所としての役割があったのかもしれないわね。このようにカッパドキアの地下都市が使われていた目的について様々な説が出ているが、なんと核シェルターとしての役割を担っていたなんて説もあるんだ。か、核シェルター？ということは核を使った実験とか戦争が起きていた可能性があるってこと？そうだ。そもそも人類の歴史上、1930年代に初めて核の実験が始まっているんだ。第二次世界大戦では日本の広島県や長崎県にも投下されたのは知っているよな。うん、いかに核が恐ろしいものなのかを人類に知らしめたと思うよ。
でも時代的にカッパドキアの地下都市ができた時に核があったのかと言われるとちょっと微妙じゃない？当時にこんなハイテクな技術があったのか疑問だわ。確かにそう思う気持ちもわかる。だが実際に古代には核戦争が起こったんじゃないかと思わせる痕跡が世界各地で発見されているんだぜ。え、そうなの？例えばどんなものがあるのか知りたいわ。いろいろあるが特に有名なのはモヘンジョダロ遺跡だろう。モヘンジョダロ？これはインダス文明の都市遺跡で、ある日突然人々が死んだ都市として死のうかとも言われている。インダス文明とは紀元前2500年から紀元前1800年頃にかけて繁栄したものの、突如滅亡し歴史から忽然と姿を消している謎の文明だぜ。死のうかなんてなんだか不気味な呼び方ね。どうしてそう呼ばれるようになったのかはわかっているのかな？シンプルに考えれば突然人々が死んだ都市だから、と思うだろうが実際の真相はわかっていない。そもそもこのモヘンジョダロ遺跡はインダス文字が未だ未解読のため、遺跡の実態など、わかっていることがかなり少ないんだ。そうなのね。ところでこのモヘンジョダロで突然人が死んだっていうのはどういうこと？この時一体モヘンジョダロ遺跡に何があったのよ？このとある出来事の謎の鍵を握るかもしれないものが、モヘンジョダロ近くで発掘された遺跡や遺物に残されているんだぜ。中でも高熱によってガラス化した石や土器があるんだがこれがなかなかに奇妙なんだ。なになに、どんなものが見つかっているわけ？なんとここでは黒いガラス状の石が広範囲にわたって発見されていたんだぜ。黒いガラスなんて聞いたことないんだけど、これは一体どういうことなの？実はモヘンジョダロ遺跡から約5キロほど離れた場所はガラスになった町と呼ばれているんだが、地元の住民によるとこのガラスになった町は禁断の地として恐れられているんだ。禁断の地？ますます意味がわからなくなってきたんだけど、これは何を表しているのかしら？さらに重要な物的証拠はここで発見された鳥に対とと言われる鉱物なんだ。これが作られるのはガラスの原料である珪砂や石炭が組み合わさり、1600度以上の高温によって一度溶かして固めないとできないんだぜ。1600度なんて相当高温よね。自然界に1600度なんて高温を生み出せるものはあるのかしら？その方法は2つしか考えられないとされている。まず一つは火山の噴火、そしてもう一つは隕石の落下くらいだから、いかに1600度の高熱を地球上で生み出すのが難しいのかがわかると思う。何かここで火山噴火とか隕石が落ちてきた痕跡とか残っているのかな？仮に隕石が落ちてきたならクレーターが残っているはずだが、モヘンジョダロ周辺にはそれらしきものは残っていない。しかも隕石落下の衝撃によってモヘンジョダロが吹っ飛んだ形跡も全くないんだ。そうなのね。じゃあ火山噴火によるものだったのかな？いや、そもそもモヘンジョダロの周囲には火山もないので噴火の可能性もほぼないだろう。え、じゃあなんだって言うのよ？実はここで発見されたガラスを見ると、とあるとんでもないことがわかるんだ。ここで発見されたガラスをよく見るとうっすらと色がついていて、それは黄緑色をしている。ガラスに色がつくのは他の成分が入った時なんだが、黄緑色はウランが入った時に出る色なんだぜ。ウランってまさか、放射線？その通り。さらにモヘンジョダロ周辺で発見された人骨もあるんだが、そこからは高濃度の放射線が発見され1500度以上の高温で地面が焼けた痕跡もあるんだぜ。何それ？じゃあつまりモヘンジョダロが滅んだ原因は古代核戦争だった可能性があるってこと？そういうことだな。また他にも似たような話がある。南アフリカ共和国には世界文化遺産に指定されている人類のユリカゴと呼ばれる遺跡があるんだが、そこではアウストラロピテクスなどの骨が数多く発見されているんだ。人類のユリカゴは聞いたことあるわ。南アフリカにある人類化石遺跡群よね。そうそう。この遺跡には直径50キロほどのクレーター跡があるんだが、一説によると20億年前と1億4500年前に巨大な隕石が落下した跡と考えられているんだ。え、両方とも同じ場所に落ちたってこと？そんな偶然、あり得るものなのかしら？よくぞ気づいてくれた。普通に考えれば同じ場所に隕石が落下するなんてほとんどありえないと思うんだよな。このようなことからここにある跡については隕石の落下ではなく、古代核戦争の際の巨大爆弾による跡ではないかという噂もあるんだぜ。マジか。じゃあやっぱり古代に核戦争が起こっていた可能性は全くないとは言い切れないわね。だってここまで数多くの証拠が残っているんだもの。ちなみに先ほど言ったようにカッパドキアに住んでいたヒッタイト民族は、人類史に鉄器文明をもたらし、武器などに使用していたことがわかっている。そのヒッタイトの文献にも戦争に関する記述があるんだぜ。そんな、じゃあやっぱりもしかしたら古代核戦争も単なる噂ではなくて、本当に起きてしまった歴史の真実なのかもしれないわね。さて、カッパドキアの地下都市には様々な謎があることがわかったと思うが、実はトルコにはカッパドキア以外にも様々な地下都市が存在しているんだ。
その中でも最古の神殿が存在するのがギョベクリテペ遺跡というものだぜ。ギョベクリテペってなんとなく聞いたことあるけど、どんな遺跡なのかしら？ギョベクリテペはトルコのシャンルールファという場所にあり、紀元前12000から8000年の間に作られたとされている。エジプトのピラミッドは今から7000年前に作られたとされているので、この遺跡がいかに古い時代に作られたかがわかるだろう。相当大昔に作られた遺跡なのね。これまで紹介してくれたものもそうだけど、改めてこんな時代から遺跡があったなんて驚きだわ。そうだな。その後埋められたり、新しい建物が作られたりを繰り返して、最終的には紀元前8000年頃には埋められたままで放置されていたことがわかっている。この遺跡には45トンから65トンもの重さのある巨大な石が使われていて、複雑なシンボルが刻まれたモニュメントなどがあるんだ。でもこうやって見るとこのギョベクリテペ遺跡は他の遺跡よりもなんとなく洗練された雰囲気があるわよね。どれだけの謎がここに隠されているのかって思うとドキドキしちゃうわ。このギョベクリテペ遺跡が高度な技術を使って作られたのは間違いないと思うが、なんとこのギョベクリテペは完成から1000年後に突然人々から捨てられた場所ってこともわかっているんだ。なかなかに謎めいた場所だわ。ちなみにこのギョベクリテペ遺跡は誰が何の目的で作ったのかはわかっているの？それについて確かなことはわかっていないが、一説によるとこの辺には人が住んでいた形跡がないため宗教施設として使われていたというんだぜ。宗教施設？あれ、でもこの時代に宗教なんてものはないんじゃ。そうなんだよな。ということはそもそもこの宗教施設という説がデマであるか、私たちの知っている歴史の順番がぐちゃぐちゃになっているかのどちらかになる。そういうところでも研究者の頭を悩ませているんだぜ。私の頭もごちゃごちゃになってきたわ。そんなギョベクリテペ遺跡についてこの遺跡が存在する市の市長がとんでもない発言をしていたんだ。なんとギョベクリテペを作ったのは宇宙人だと言ったんだぜ。え、宇宙人？市長さんがそんなこと言っちゃって大丈夫なの？市長はインタビューにも答えているんだが、そこではこのように発言していることも確認されている。専門家にしろ一般の人にしろギョベクリテペを見た人はみんなここに謎や秘密があると語ります。ギョベクリテペ遺跡に残された彫像はまるで人間ではない。何かどこか別のところから来ている宇宙人を連想させる姿になっています。ちょっと、この市長さん何言ってるの？仕事のしすぎで頭おかしくなっちゃったとか。まさか、こんなこと冗談とか思いつきで言ってたら許されないけど、そんなことないわよね？決して冗談でも思いつきでもない。なぜなら市長はこの話をした際、地球外生命体との関連を意味するいくつかの証拠を挙げているからな。例えばどんなものがあるの？この時、市長は遺跡の彫刻には当時ないような服装をしている人々が描かれていると発言しているんだ。どうやら当時の人は毛皮がメインだったようだが、遺跡に描かれた人々は V 字モチーフの服を着ていることがわかるんだぜ。あ、本当だわ。少なくともこれは毛皮を着ているようには見えないし、当時の人々が毛皮を着ているのだとしたらこの人物たちは誰なのかよくわからないわね。さらに市長はギョベクリテペの壁画にハンドバッグらしきものが描かれている点にも注目している。この壁画に描かれているものは現代のハンドバッグに非常に似ていると疑問視していたぜ。確かに今の時代はこういうハンドバッグあるけど、昔にも同じ形のものがあったかはわからないし、というかむしろなかった可能性の方が高そうよね。そうだよな。これらのことから当時の人々が作ったのではなく別の生き物が作ったのではないかと述べているんだ。なるほど。それでこの市長が言う別の生き物っていうのが宇宙人じゃないかってわけなのね。もともとギョベクリテペは宇宙人が作ったという説が都市伝説では有名だったんだが、実際に市長が自らその説を支持して公言するのはよほどのことがない限りないと思うんだ。まあ市長が言うと発言力あるし、オフィシャル的な感じになるもんね。実際にカッパドキアでは現地に観光客向けの UFO 博物館が作られるほど多数の UFO が目撃されている。宇宙人がどのようにして生活していたのかはわからないが、地下にあると考えればこっそりと潜伏するのは好都合であるとも考えられるんだぜ。カッパドキアでは現在、デリンクユ遺跡などの地下都市が観光客向けに公開されているが、観光客が入れるのは地下16階ほどあるうちの8階までなわけだ。そう考えると残り半分には何が隠されているのか、気になるところだわね。もしかしたら何か UFO に関する重要な秘密が眠っていて、それはトルコ政府も知っていたからあえて隠している可能性も十分に考えられると思うわ。そうだな。実際、アメリカのエリア51のように政府公認で地球外生命体や UFO の存在を隠す国もあるわけだし、トルコ政府が何も知らないなんてことは少し考えにくいとは思う。もしかしたらトルコは宇宙人について何かを掴んでいるのかもしれないって考えたら、このカッパドキアやギョベクリテペ遺跡には他にもとんでもない秘密が隠されているかもしれないわ。まだまだ調査が進んでいないところもあるみたいだし、今後どんな進展があるのか楽しみね。
そうだな。ということで今回は古代遺跡カッパドキアに隠された地下都市の謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？カッパドキアの地下都市の話を聞いて、世界にはこんなに謎めいた場所があるんだって驚いたわ。古代の人々がどんなことを考えて生活していたのか、どんな高度なテクノロジーを持っていたのかは気になるところね。そうだな。今後の調査に期待して待っていよう。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。何かと話題にこと書かない世界の超大国ロシアだが、そこで説明がつかないような遺物が数多く発見されているというのは知っているかな？そうなの？まあ、確かにロシアって秘密主義というか、よくわからないところも多いイメージだし、そういうものが見つかったとしても不思議ではないかも。ロシアに対してそんなイメージを抱いている人は確かに多そうだな。何よりも、その見つかった遺物っていうのが、どんなものだったのかが気になるわ。というわけで今回はロシアで次々に発見されている謎の古代遺物について解説していこうと思うんだぜ。それでは今日もゆっくりしていってね。2012年、ロシアの国防省が黄金の鍵十字を南極のボストーク基地近くにあるボストーク湖で発見したと発表したんだ。南極にボストーク湖っていう湖があるの？ああ、南極大陸最大とされている湖なんだぜ。ロシアのボストーク基地のすぐ近く、約3700メートルもの厚い氷の下には、深さ500メートルもある湖が隠れているんだ。氷の下にそんなものが。南極最大というだけあって幅は50キロほどもあり、日本最大の湖である琵琶湖と比較しても、22倍もの大きさがあるんだぜ。ところでそのボストーク湖から発見された、黄金の鍵十字ってどう考えても人工物よね？たまたま金が鍵十字型にならないものね。でも、発見されたのが極寒の大地の、しかも氷の下の湖の中ってどういうこと？凍てつく極寒の大地は到底人が住めるような、場所ではないというのが従来の認識だった。だが、黄金の鍵十字はそれを覆す、可能性のある遺物であるというわけだ。もちろん、自然が作り出したものではなく、人工物であると断定されているしな。ということはつまり、南極にはかつて、黄金の鍵十字を作れるような、高度な知能と技術を持っていた生命体が、ここで活動していたかもしれないってこと？そういうことなんだぜ。この発表がされた当初はボストーク湖が、どういう場所なのかよくわかっていない人々から、調査員が落としたものをロシアの調査隊が、拾ったのではないかと疑う声もあったんだ。ああ、そうよね。きっとそれだわ。さっきも言ったようにボストーク湖は、地上に出ているわけではなくて、南極の氷の下、約4キロの地点に存在しているんだ。現代人がどうやってそんな場所に、物を落としたり忘れたりするんだぜ。確かにそれじゃあ、落とし物をしたくてもできないわね。つまり、やっぱりボストーク湖が氷漬けになる前、遥か昔にそこで活動していた何者かがいたってこと？湖ができた当時は表面に出ていたんだと思うけど、そもそもボストーク湖っていつできたのかしら？この湖ができたのは人類が生まれるよりずっと前、1500万年前に遡ると考えられているんだ。そんなに昔なの？その一方でボストーク湖を我々人類が発見したのは、1960年代に入ってからのことなんだぜ。アイスレーダーと呼ばれている、氷を透過できるレーダーを用いて、航空機による上空からの調査で、その位置が判明したんだ。ただ、この時は発見できたというだけで、発掘調査が実際に行われるのはもっと先のことになる。どうして？技術的にそんなに深くまで、発掘調査をすることができなかったんだぜ。実際に調査が開始されたのは1998年になってから、アメリカ、ロシア、フランスの3カ国によって共同で調査が行われたんだ。そして、後の発見につながるというわけだな。ということは1960年から1998年まで、存在は知られていたけど人の手は加わっていないのね。公表されている情報通りならそういうことだ。それから、過去にボストーク湖を示唆するような、記録も特に残されていないということから、数千年というレベルで湖は誰にも知られることなく、存在し続けてきたということになるんだぜ。そうなるとやっぱり、黄金の鍵十字が作られたのは、超古代の時代、湖がまだ溶出していた頃に、放置されたと考えるのが納得できる流れよね。というか、そもそも金ってそんなに、超古代の時代から使われていたものなの？黄金については紀元前3000年頃から、使われていたとされているんだ。確かに、ファラオの黄金のマスクとかあるものね。ああ、黄金の装飾品は太陽神のラーへの信仰を表すほか、王族が関係する装具や呪いの道具としても使われている。つまり、古代エジプト文化の頃から、その価値は広く認知されているということだな。とはいえ、黄金に高い価値があるということは、今も昔も変わっていないんだぜ。
古代エジプトの時代に黄金を身につけられたのは、ファラオだけだったと考えられているんだ。つまり、黄金の鍵十字も王族と関係があるってこと？黄金の鍵十字と古代の王を結びつけるのは、少し乱暴だし早計かもしれないんだが、湖にそういう希少価値の高い、遺物が残っていたというのは、身分の高い王族、平民市民といった、上下関係のあるようなコミュニティが、ボストーク湖の付近で築かれていた、という可能性は否定できないんだぜ。古代エジプトみたいな文明があったってことかしら。この説を後押しするかのように、アメリカとヨーロッパの合同チームが、付近を調べたところ南極大陸には、3基のピラミッドのようなものがあることが、確認されたという結果が報告されているんだ。南極にピラミッドが？それから、専門家によればボストーク湖の件とは別に、氷床には土木工事の痕跡が残っていると、指摘されてもいるんだぜ。やっぱり、古代南極大陸には、古代エジプトにも並び立つような、発展した文明が存在していたってことよね。氷に閉ざされた土地だから見えなかっただけで、氷の底にはずっとそれが眠っていたんだわ。もしそうだとしたら、はるか昔の南極大陸には、金を加工する技術を持ち、階級制度も発達していた、高度な社会構造を持つコミュニティが、存在していたのかもしれないということだな。南極の古代文明とか正直想像もしてなかったわね。もしこの説が本当なんだとしたら、どんな文明がそこに花開いていたのか、詳しく判明する日が来ることを祈るわ。ここまでで南極大陸に未知の古代文明が存在していた可能性があるかもしれない。そして、その証拠とされる遺物として、ロシアが黄金の鍵十字を氷床の湖から発見した、という話をしてきたわけなんだが、失われた古代文明があるのは南極だけじゃないんだ。というと、ロシアの山岳地帯にもそれらを示唆するような古代の遺物が発見されているんだぜ。しかも2カ所どころじゃなくて、複数箇所でそういった場所が発見されている。まず紹介したいのがロシア北西部に位置する、標高 417.5 メートルのボットバーラ山だ。その古代文明の痕跡というのが、その山にあるってこと？どんなものが発見されているの？ここでは巨大な石の塊が見つかっているんだぜ。巨大な石の塊？ああ、それが無造作に置かれているんだ。それは、たまたまそこにあるとかじゃなくて、山ができてからこれまでの間に、災害とか何かで岩が崩れたとかじゃないの？石にあるひび割れは9000年前に起きた、地震の影響によるものだとされているんだが、レーザーカッターで切ったような断面や、石と石が隙間なく繋ぎ合わされたようなものも、発見されているんだぜ。地震などの自然災害がなかったわけではないけど、自然にできたとは考えにくい部分もある。またしても、かなり高度な加工の痕跡があるってことね。それから、次に紹介したいのが、ウラジオストクの近くにあるピダン山。ここにもいくつかの巨石が、散らばっているのが見つかっている。ピダン山もボットバーラ山と同じ感じなの？ピダン山の巨石たちはただ散らばっているだけじゃなくて、積み上げたような形をしているんだぜ。巨石を積み上げた？これが作られたのもそれなりに前のことでしょ？そんな時代に巨石を積み上げる技術が、存在していたとかあり得るのかしら。でも、ギリギリ自然にできそうな、気がしないでもない形じゃない？確かにちょっと遠くから見ると、自然生成されそうな雰囲気もあるが、実際に近くで見てみるとそんな印象は抱かないと思うぜ。そうなの？よく見ると一つ一つの石が綺麗に切り出されているような形跡が見られ、置き方にも人の手が加えられているような痕跡が見て取れるようになっているんだ。人の石を感じるものなのね。それから、積まれた石の隙間からは、中の空洞を覗き込めるようになっているんだが、内側に積み上げられている石についても、同じように人工的な形の整え方がされている。つまり、この巨石は綺麗に整えられた面を、目視で確認できる遺物だということだな。それを目の当たりにしてしまったら、嫌でも信じざるを得ないわよね。これらの発見されている石はどれもこれも、高度な切り出しの技術で形を整えられ、石と石を積み上げる技術に関しても、それ相応に高い技術が使われているようだ。したがって、これらの巨石の数々は、高い知能を持っている存在が何らかの意図を持って、制作された遺物であると考えられるんだぜ。他にも、似たような巨石はペルミ州にある、石の町と呼ばれる場所でも発見されているんだ。名前がそのものじゃない。ただ、ここで発見されているのは、これまで紹介した2つの巨石とは一線を画している。それらよりもはるかに正確な技術を持って、積み上げられた巨石となっているんだぜ。人工的に作られたものであることが、一目瞭然ってことかしら。この巨石も隙間からその内部を覗けるんだが、奥にある石であればあるほど、まるで機械を使って切り出したかのように、垂直に整えられていることがわかっている。石をきれいに切る機械なんてごく最近のものでしょう？一体何がどうなって、この巨石が存在しているのかしら。
それに、機械が使われていなかったとしても、これも人の手が加わっていることは確実よね。ロシア国内にある謎の巨石群はこれだけじゃない。まだまだ紹介しきれないほどたくさん、いろんなところで発見されていることは確かだが、地層や石の成分などから製作年を割り出すと、そこまで高度な技術が存在していないはずの、古代に作られたものだと判明しているんだぜ。推定される製作年と必要とされる技術力に、大きな差が生まれてしまっているということね。つまり、当時の人々がどうやって巨石を整え、現在見られるような遺物を作ったのか、検討もついてないということかしら。それに、どうしてそれを作る必要があったのか、というところすらも謎のままなんだよな。そして、たくさん発見されている巨石群の中でも、近年重要視されているのがゴルナヤショリアだ。ゴルナヤショリア？シベリア南部の山岳地帯にある場所で、2014年にシベリア山脈南部を調査した時に、偶然発見されてから注目されているんだぜ。特筆すべき点としてゴルナヤショリアにある巨石は、推定で800トンにもなるとされ、モアイ像やストーンヘンジなどなど、名だたる巨大な遺物を超えるほどの大きさなんだ。そんなに巨大な岩が山の中にあったの？ああ、標高1000メートル以上の高地に、巨石の上に巨石を積み重ねるという方法で、40メートルほどの高さにも及ぶ、巨大な構造物が作られていたんだぜ。巨石を持ち上げて40メートル分も積むとか、現代で考えてもかなり大規模な工事じゃない？しかもそれを1000メートルの山の上で、やっているとかもはや意味がわからないわ。しかも、巨石には人が登れるような継ぎ目や、欠けた部分など取っかかりになる部分がない。持ち上げたり積み上げたりするにしても、人が立ったりできるような場所がないと、重機もない時代に40メートルも積むのは、どう頑張っても不可能じゃないかと思えてしまうな。一般的な身長から考えても2メートルほどが限界かしら。それ以上高い場所には手が届かなくなってしまうもの。その上、長方形の石を組み合わせることで、曲線を作り出し、積み上げた石の内側には、人が通ることができる、通路のようなものが作られていたんだ。そこまで精巧な組み方ができるということは、人の手によるものであると考えた方が自然だけど、やっぱり40メートルも巨石を積んでいる、という点だけが解決できないような気がするのよね。その通りだぜ。それともう一つ、わからないポイントとして、隙間なく巨石をぴったり閉じて組み合わせる技術は、現代でも再現不可能であるほど高度な技術とされている。果たして、古代にどんな人々がどうやって作ったのか、研究者たちですら頭を悩ませているんだ。こんなに理解不能な巨石遺跡って、たくさん発見されているものなのね。特に、ゴルナヤショリアについては、他の巨石遺跡とは一線を画した技術の高さを、間近で見ることができてしまうからな。一部の人からは人類が作ったのではなくて、別の知的生命体が制作に関わったのではないか、と考えている人もいるほどなんだぜ。他の知的生命って、宇宙人とか？その可能性も否定できないところなんだが、ここで語られているのは巨人族の存在だ。とんでもなく巨大な生命体がいたかもしれない、なんて考えている人たちもいるってことなのね。巨石が成人男性の平均身長から考えても、あまりに巨大すぎるという点も気になるところだし、それを平地よりも酸素が薄い山の上で、人間が巨石を運搬するというのは容易なことじゃない。だけど、巨人キュクロプスのような存在が、過去に存在していたという可能性が考えられる。キュクロプス？ギリシャ神話に登場する一つ目の巨人だな。額の真ん中に一つだけついている目が特徴的で、サイクロプスという名前でも知られているんだぜ。神話に登場する巨人なのね。この巨人自体に高度な知能があったのか、それとも人類に刺激されていたのかは不明だが、キュクロプスが一から巨石を加工して、積み上げたのではないかと考えられているんだ。確かに巨人だったら巨石であっても、普通に持ったり積んだりできそうだものね。でも、巨人族とか本当にいたのかしら。古代に巨人が存在していたという説は、現時点で歴史的に正しいとはされていない。とはいえ、完全にありえないことかというと、そんなこともないんだぜ。巨人実在の可能性が？そもそもの話なんだが遥か昔、聖書に記されているような時代には、多くの巨人がいたかもしれないんだぜ。そうだったの？聖書に登場する巨人といえばゴリアテが有名だろうし、サムエル記にはエミン、エキナム、オグオーなど、巨人や巨人の子孫とされている人々が、多く登場していることが知られているんだ。それに、聖書に登場する古代の人間は、巨人だったという可能性もあるんだぜ。古代人はみんな巨人だったの？ヘンリオンという人物が聖書に登場する、有名な登場人物について、身長を計算によって導き出したんだ。その結果は驚くべきものだったことが知られている。そんなに大きかったのかしら？聖書の有名人というとアダムとイブとかだと思うけど、彼らは普通に人間サイズだったんじゃないの？
最初の男性アダムはなんと39メートル、最初の女性イブは36メートルもあったそうだ。そこから、時代が下るごとにどんどん身長は縮み、ノアの箱舟で有名なノアは8メートル、アブラハムは6メートル、モーゼは4メートルとされている。そんなに大きかったのね。はるか昔には特撮の怪獣みたいな大きさの、巨人が地球上を闊歩していたということかしら。これまでにも私たちのような人類が作り上げたとは、とてもじゃないが思えないような遺物や遺跡が、いくつも発見されていることは事実だし、恐竜をはじめ数々の古代生物が絶滅してきたように、巨人もどこかの時点で消滅してしまったのかもしれない。本当か嘘か判断に迷うところではあるけど、たまに巨人の骨みたいなものが発見された、なんてニュースも見かけることもあるものね。どこまで本当かわからない部分はあるけど、中には本物としか考えられないものもあるのかしら。とは言っても、巨人自身が高度な知識を持っていたとするならば、巨人族の存在を匂わせるような証拠が、巨石以外に発見されても良さそうなところだ。今のところ、確定的な証拠は発見されていないんだぜ。そうなると霊夢が言ったように地球外生命体とか、他の巨石を加工運搬できるような力を持った存在が、地球を訪れていたという可能性も捨てきれないな。人類以外の何かがいた可能性は濃厚ってことよね。ああ、どちらにせよこれだけの労力を要する、巨石構造物が何の意味もなく作られたとは考えにくい。ゴルナやショリアに至っては、中に通路のようなものもあったんだものね。この制作意図を明らかにすることができたら、その背後にある存在を解き明かす、ヒントになるかもしれないんだぜ。何のために、それを明らかにするのも、なかなかに骨が折れそうなことだわ。今はとにかく巨石遺跡の真相が判明する日を、信じて待つしかないってことかしらね。さて、詳細不明の未知の文明や、人類以外の知的生命体の可能性を取り上げたが、知的生命体に関する話では、興味深い目撃情報が残っているんだ。それが起こったのは1990年代とされているんだぜ。何があったの？とある女性が森の中で発見したという、奇妙な赤ちゃんを抱いて人々の前に現れたんだ。それは、その女性が産んだ子供ではないのよね？ああ、この女性の子供はアレクセイという息子一人。しかもそのアレクセイもすでに成人していて、女性が森の中で赤子を産んで登場。なんていうことではないと考えるのが自然だろう。その上、彼女はなぜか抱きかかえている赤ちゃんを、アレクセイだと言い張っていたそうなんだ。いやいや、息子のアレクセイは成人済みの、立派な成人男性なんでしょう？一体どうしちゃったのかしら。女性はその赤ちゃんのことをアレクセイの愛称、アリョーシェンカと呼んで可愛がり、一部の人にだけその姿を見せたそうなんだが。だけど、どうしたの？実際に赤ちゃんを見た人々はひどく驚いたはずだ。その赤ちゃんというのは体が茶色で毛は生えておらず、大きな目と小さな唇が特徴的だったそうだぜ。そして、キーキーという声というか、音を発していたと言われている。それはどう考えても人間の赤ん坊ではないわよね。ああ、さらに玉ねぎのような、特徴的な頭の形をしていることから、一目で人間ではないとわかる様子だったし、エイリアンに酷似しているという声もあったそうだ。その赤ん坊はどこにいたの？森の中から連れ帰ったっていうことだったけど、女性が森の中にある井戸の近くで発見した、ということで伝わっているんだぜ。20センチから25センチほどの大きさだったとされているが、赤ちゃんを見た人々の証言では、人間とは思えない、特異な見た目であるということで一致しているから、女性がどうしてそんな生物を、自分の赤子であると思い込んでしまったのか、本当に謎の多い事件なんだよな。意味がわからなすぎて、もはや恐ろしいわ。一方で、発見者の女性は当時、精神分裂病という病を患っていたという話がある。今の病名で言う統合失調症だな。なるほど、精神的に健康な状態ではなかったのね。その病気のせいで森の中で発見した謎の生命体が、自分の赤ん坊に見えたのではないかと考えられているな。でも、女性自身が謎の生命体を拾って、自分の赤ちゃんだと思っていた説明になるけど、謎の生命体が何なのかっていう、説明にはなってないわよね。そういう話をしていたということだけなら、女性の妄想ですということで片付く話だけど、奇妙な赤ちゃん自体は健康な人々含め、現実のものとして多くの人に目撃されているわ。ああ、それは全くその通りなんだぜ。結局、その赤ん坊が何者だったのか不明のまま、この事件は終わりを迎えてしまうんだ。その赤ちゃんはどうなったの？きちんと成長できたのかしら？残念ながら偽のアレクセイはその後死亡してしまい、遺体は地元警察から物好きな UFO 愛好家に引き取られ、それ以降の消息は途絶えているといった状態だ。不思議な話だけど色々気になる事件だわ。警察の手に渡っているということは、そこに偽アレクセイ君の記録が残っているのかしら。
自分に財力と力があるんだったら、しっかり調べてみたい事件よね。それから、ロシア国内では奇妙な生命体として、頭部に穴の開いた骸骨が13体も発見されているんだ。頭部に穴？それらの骸骨を研究者が調べたところ、紀元前4000年頃に頭蓋骨に穴が開けられたことが、判明しているんだぜ。そんな時代に頭蓋骨に穴を開ける技術ってあったの？解凍手術なんてあるわけがないわよね。あ、もしかして人体について調べるために、亡くなった後の体を調べていたとか？ぜひそうだったと信じたいところなんだが、さらなる調査の結果、頭蓋骨の穴は、生きている間に開けられたものである、ということも判明しているんだぜ。冷え、考えただけでゾワゾワするわ。ちなみに、頭皮を切開して頭蓋骨に穴を開ける、解凍術は紀元前後にはインドや中国で、行われていたという歴史があるんだよな。とはいえ、近代医学においては麻酔だったり、消毒の技術が発達した19世紀末まで待つことになる。本格的に発展していくのは20世紀に入ってからだから、もちろん紀元前4000年頃のロシアに、頭蓋骨を開けて頭の中身を同行する、みたいな医術は存在していなかったはずだ。それなのに生きている間に、頭蓋骨に穴を開けるってどういうこと？穴はちょうど後頭部の真ん中に来るように、開けられていたそうなんだが、研究者の見立てでは医療行為ではなくて、何かの通過儀礼として開ける必要があったのでは、とする説が支持されているんだぜ。通過儀礼？人生、生涯における誕生や成人、結婚、死亡など、節目を過ぎる時に行われる儀礼のことだな。日本で馴染み深いものだけでも七五三とか成人式、長寿祝いに早々、先祖祭祀とたくさんあるんだ。そうだと認識してなかっただけで、よく知ってるものも通過儀礼だったのね。海外の成人の儀式としてライオンをカルマ祭族や、木の鶴でバンジージャンプをするバヌアツの部族、毒アリが入った手袋に手を入れるサテレマウェ族と、何らかの試練を超えて大人の仲間入りする、という儀式を行っているところも、まだまだ多く残っているんだぜ。つまり、頭蓋骨に穴を開けるっていうのも、そういう流れの一つってことなのね。発見されている13体の骸骨の中で11体は、骨の再生も見られるし、怪我や脳腫瘍などの、病気の痕跡も特に発見されていないんだ。それから、頭蓋骨も20歳前後の人間のものである、ということも判明していることから判断して、限られた上位層に施されたものではないか、と考えられる面もあるそうなんだが、どんな意味があるのかについては、詳しくわかっているわけではないんだよな。一応、確認しておきたいんだけど、その骨自体は人間のものってことでいいのよね？現代人的な感覚で考えると、ちゃんとした麻酔もないような時代に、頭蓋骨に穴を開けると耐えられないと思うんだけど。ああ、頭蓋骨はきちんと人間のものだと判明してるぜ。その一方で、この時代に生きたまま頭部に穴を開ける、という技術が確立していたとは思えないし、儀式の意味と合わせて考えたとしても、不可解としか言いようがないことではあるんだぜ。それは確かにそうよね。もしかするとロシアで目撃された、頭部に特徴のある奇妙な生命体、ニセアレクセイとの関わりもあるのかもしれない。広い宇宙空間を越えて地球に飛来できるような、高度な技術を持っている知的生命だったら、そういうことができても不思議ではないものね。唐突に、女性に自分の種族の子供を預けたのは、ちょっと理解できないところではあるんだけど、今ももしかしたらロシアに存在し続けているのかしら。実験的に自種族の赤ん坊を預けた可能性も、それはそれで考えられると思うんだけど、彼らにも何か緊急事態が発生して仕方なく、女性に赤ん坊を預けざるを得なかったのかもしれない。最終的には亡くなってしまっているわけだし、きちんと育て方をわかっている母親のそばから、話さざるを得なかった出来事が起こり、未知の知的生命が人々の目に触れてしまった、というのが先に話した事件の真相なのかもしれないぜ。どの事件も繋がってくるような、でもまだ曖昧でふわふわしているような、ロシアって謎の多い事件もたくさん起きている場所なのね。謎の生命体の赤ちゃんが何者なのか、紀元前4000年前に解凍手術ができたのか、ロシアには何か私たちの知らない生命体がいるのか、どれもこれも真実が気になることばっかりだわ。さて、いかがだったかな？ロシアでは様々に不可解な出来事が頻発しているということが分かったと思うんだが、今明らかになっていることや異物以外にも、まだまだ隠されていることは多そうなんだぜ。ロシアって聞くと国家ぐるみで、隠蔽していることも多そうだわ。ロシアに何が起こっていて、何が存在しているのか、もっと知りたくなってしまうわね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世の中には今存在しなくとも過去には存在していたものも多くある。
かつては実在していたとされていても実情はどうかわからないという点で、失われた大陸や失われた文明という言葉を耳にしたことはあるだろうか？あるある。なんかオカルト的な感じもするけど、どことなくロマンのある話だと思うわ。そんな失われた大陸や文明というのは世界中に様々あるんだが、その中でもレムリア大陸というのがあるんだ。このレムリア大陸ってのは未だに謎が多く潜んでいて、研究者たちの頭を悩ませているんだぜ。しかもなんとこのレムリア大陸には地球外文明が関わっているなんて言われているんだ。レムリア大陸って初めて聞いたけど、地球外文明とかどういうことよ。実在したのかどうかも知りたいわ。マリサ、そのレムリア大陸についてもっと詳しく教えてほしい。よし、じゃあ今回は未だ解明されないレムリア大陸実在の謎について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。まずはじめに今回のメインネタとなるレムリア大陸とはどんなものかについて話をするぜ。私レムリア大陸なんて知らないんだけど、一体どんな大陸なのかしら？レムリア大陸とは現在のインド洋中央一帯に存在したとされる伝説の大陸を指すんだ。古代に繁栄していたとする大陸で、50万年前から2億年以上前に存在していたと考えられている。かなり大昔にあったとされる大陸なのね。失われた大陸と聞くとアトランティスとかムー大陸などが有名だと思うけど、このレムリア大陸については初めて聞いたんだけど、結構有名な話なの？何を言ってるんだ。このレムリア大陸というのはアトランティスとかムー大陸と肩を並べて、古代に繁栄した伝説の三大陸として文明を築いていたとされているんだぜ。あ、そうなんだね。このレムリアの名付け親は19世紀イギリスの動物学者フィリップ・ラトリース・クレーターという人だ。彼はこの存在を提唱し続けていたんだが、それがきっかけでこの大陸は広く知れ渡ったんだぜ。動物学者と大陸の発見って、全然つながりが見えないんだけど、一体どんな関係があるのよ？彼は当時、キツネザルの分布を研究していたんだが、マダガスカル島とマレー半島で生態系の調査を行っていたんだ。この辺りの話は動物学者って感じがするわね。それでそれで？そもそもこのキツネザルというのはマダガスカル島の固有種なんだが、そのキツネザルの化石がなんとインドで発見されたというんだ。ちなみに固有種というのは地球上特定の場所でしか確認されていない種のことを指す。なるほど。本来インドで出てくるはずのないキツネザルの化石が出てきたってわけね。そういうことだ。生物学上の常識からすると、同一種の生物が隔絶地で互いに無関係に発生することはありえない。しかもキツネザルというのは極めて臆病な動物で、泳ぐこともできないことがわかっているため、海を渡ってインドの地に来たというのはほぼ考えにくいんだ。それ、私今ちょっと頭をよぎったけどさすがにないわよね。また他にもキツネザルの仲間がインドネシアで見つかっていることもわかっている。そのことから彼は5000万年以上前の地球では、マダガスカル島とマレー半島の2つをつなぐ別の大陸があり、動物の分布が広がっていたため本来ありえない場所で化石が見つかったのではないかと仮説を立てたんだ。そういうことなのね。確かにこれは偶然とは考えにくいし、不思議な話だわ。ちなみにそれって地殻変動とか、そういうのは考えられなかったのかな？現在は定説となっている地殻運動による大陸移動、プレートテクトニクス説だが、当時はこの説がまだ認められていない時代だったわけだ。だから当時からしてみれば大陸が移動するなんてありえない話だし、考えもしなかっただろうな。あ、そっか。それらの矛盾を解消するために提唱されたのがこのレムリア大陸の存在ってことなのね。ああ、もしマダガスカル島や南インド、マレー半島一帯を覆う大陸が存在していたとしたら、なぜキツネザルがマダガスカル島以外で生息しているのか説明がつく。ちなみにレムリア大陸という名前は彼が研究していたキツネザルの種類の名前から取られたそうだぜ。じゃあレムリア大陸はキツネザル大陸ってことになるのか。でもさ、いくらこのキツネザルの分布について証明するために提唱されたとはいえ、当時の人からしたらあまりにもぶっ飛んだ説だと思わなかったのかな。さすがにこんな大陸の存在、すんなりと受け入れられたわけではないわよね。いや、意外にも生態系から失われた大陸の存在を主張した彼の説は、当時の人々から肯定的に受け取られていたという、むしろ大陸がなければなぜその半島にしかいないとされている種類の動物が、別の場所で見つかっているのかという理由にならないからな。マジか。もしマレー半島にしか存在しないキツネザルが生きたまま別の地で発見されているとかなら、レムリア大陸の存在は必要なかったかもしれない。でも現に発見されているのはキツネザルの化石なわけだ。このことから生き物が暮らしていたのは今ではなく古代のため、地続きだったとする方が現実的として受け入れられたんだろう。なるほどね。こうしてレムリア大陸の名前が世間に広まるわけか。ところがこのレムリア大陸について、具体的な場所はどこにあったのかや、
なぜ消失したのかといった謎については当時は愚か、未だに解明していない。レムリア大陸の場所はこれまでの話的にインド洋にあったんじゃないの？確かにフィリップス・クレイターの主張としてはそうなんだが、実は別の人が唱えた説では全く違う場所にあると主張されている。それはヘレナ・ピープラバツキーという神秘学者の女性がいたんだが、彼女が執筆したシークレット・ドクトリンという本がある。その中ではレムリア大陸は太平洋にあると指摘されており、そこにはレムリア人が住んでいたとも記載があるんだぜ。インド洋と太平洋って、全然違う場所じゃない。やっぱりレムリア大陸の正確な位置については未だに謎で、様々な説があるんだね。またこれに並行するようにレムリア大陸など存在しないという専門家も出てきている。1912年にはさっき霊夢が言ってたような大陸移動説も出てきて、そこからは大陸は消失したのではなく移動したという意見に耳を傾ける人も一定数以上いたんだぜ。まあそうなるわよね。あくまでレムリア大陸は現在も謎めいていて、伝説の存在ってわけか。ああ、このレムリア大陸の存在についてはしばしば証拠と呼べるようなものがなく、仮説のみで語られてきたところがあるため科学的な見地との対立があったんだ。しかし最近になってこのレムリア大陸が失われたことを裏付けるような発見があったんだぜ。何それ、めちゃくちゃ気になるんだけど。それはインド洋にあるモーリシャス共和国という国の下で発見された大陸の一部だぜ。大陸の一部ってどういうことよ？地球の歴史については色々な説があるが、そのうちの一つに約2億年以上前の地球は、北半球のローラシア大陸と南半球のゴンドワナ大陸に分かれていたというものがあるんだ。ローラシア大陸もゴンドワナ大陸も聞いたことないわね。それぞれどんな大陸なのかしら？まずローラシア大陸とはプレートテクトニクス理論で太古に存在したとされる超大陸のことだ。1937年に南アフリカの地質学者のアレクサンダー・ジュトワによって提示された大陸で、ローレンシア大陸とユーラシア大陸のカバン語から名付けられているぜ。そうなのね。じゃあゴンドワナ大陸っていうのは？ゴンドワナ大陸はプレートテクトニクスにおいて過去に存在したと考えられている超大陸のことだ。名前の由来はインド中央北部の地域名で、サンスクリット語でゴンド人の森を意味するぜ。現在のアフリカ大陸、南アメリカ大陸、インドア大陸、南極大陸、オーストラリア大陸や、アラビア半島、マダガスカル島を含んだ、巨大な大陸だったと考えられているな。ちょっと待ってよ。それじゃあゴンドワナ大陸は失われてないんじゃない？だって大陸の形は変わってしまったものの、現在のアフリカ大陸とか南アメリカ大陸、南極大陸、オーストラリア大陸として残っているように見えるわよ。いや、ちゃんと失われている。このゴンドワナ大陸が分裂を繰り返した結果、完全に元の大陸からは切り離された部分だけが残り、インド洋に残っていたゴンドワナ大陸はマグマによる影響でそのまま消滅してしまったと言われているんだ。そういうことなのか。今回モーリシャス共和国の下で見つかった大陸の一部というのはゴンドワナ大陸のものかと思ったけど、消滅しているならそういうわけでもないのかしらね。確かに消滅したとは言ったものの、今回モーリシャス共和国周辺の海域で発見された大陸は、モーリシャスのものではないことがわかっている。なんでそんなことわかるの？そもそも今回発見されたこのゴンドワナ大陸の一部は実は2013年から存在が疑われていたんだ。というのも2013年に約900万年前に火山の噴火により形成されたと言われていた。モーリシャス島のビーチから存在するはずのないものが検出されたんだぜ。何が検出されたのかしら？それは約15億年前のジルコンと呼ばれるミネラルの一種だった。そしてこのジルコンはゴンドワナ大陸に含まれているものの、年代と一致していることも確認されたんだ。それってそのジルコンは風でどこから飛ばされてきたとか、誰か研究者が持ち込んだとかは考えられないのかな？確かにそういう声もあった。だが後にアフリカのウィットウォーターズランド大学によって、本来ならモーリシャス島に存在するはずのない、30億年前のジルコンを含んだ岩が発見されたんだぜ。その岩というのはとてつもなく大きいもので、人が運んだ可能性はまだしも、とても風で飛ばされるような大きさではないことがわかっている。しかも研究者が持ち込んだという説についても、何のために持ち込んだか説明できないわけだ。なるほど。じゃあやっぱりその地にかつて存在していたと考えられているゴンドワナ大陸の一部でなければ、そのポイントで海底に沈んでいた理由がわからないってことなのね。そういうことだ。だから今回、仮説として語られてきた失われた大陸が本当に失われていた可能性が指摘されたんだぜ。なるほどね。このことからアトランティスやムー大陸と同じくレムリア大陸も古代に存在してはいたものの、何らかの理由で消失したとする説が後押しされたってことなのか。さて、ここまでいろいろなことを話してきたが、次に問題となるのは、その大陸がなぜ失われたのかというところだな。そうそう。それも気になるところよね。
それについて何かわかっていることはあるのかな？一般的には地殻変動によって起きた大洪水が大陸を沈める要因だと語られているんだが、アトランティス大陸に侵略されて滅んだなんて説もある。アトランティス大陸に侵略されて滅んだってどういうことよ？実はこの説はアトランティスとレムリア大陸が同じ時期に存在していたとする仮説があり、そのことから述べられたものなんだ。まあその点についてもアトランティスはレムリア大陸の滅亡後にできた大陸だとする意見もあるし、アトランティス大陸の人々がレムリア人の血を引いているという主張もある。だから一概には言えないんだけどな。そのレムリア人っていうのが気になるところね。レムリア人はどんな人たちだったかはわかっているの？後で詳しく説明するが、レムリア文明の特徴としてよく挙げられているのは、精神的な調和の取れた平和的民族であったという点だぜ。あら、素敵ね。でもそれだったら侵略とかそういう争いの末に滅亡したって考えるのは難しくない？そうなんだよな。もしそう考えるとしたらそのようなレムリア人の特徴を逆手に取った部族によって、一方的に攻め入られたかもしくは和平交渉を受け入れられず侵略を受けてしまったかだな。なるほど。ただし、アトランティス大陸もレムリア大陸も共通して指摘されてきたことがあり、それは現在の科学技術をも上回るほどの技術力を持っていたということだ。ああ、それは何かしらの共通点がありそうな気はするね。この高い技術力がレムリアからアトランティスに流れたのかその逆か、もしくは古代の時代にはこれらの技術レベルが一般的だったのかについては定かではない。しかしこうしたハイレベルな力を持っていたとされる大陸があったことは事実で、そのような大陸たちが次々に滅亡していったことも事実だ。それらを偶然で片付けてしまうのは、なんか良くない気がする。現代の私たち的には大陸の消滅と聞くと大災害による衰退や大陸の消失といった、自然災害的なものをどうしても最初に考えてしまう。まあそうよね。だって現代だって実際に今起きてもおかしくないことだし。そうだよな。だが仮に古代の失われた大陸においてものすごいハイレベルな力を持っていたとして、その古代人が持っていたとされる技術力が何かしらの引き金になったと考えることもできると思うんだ。確かにそれなら大陸丸ごと消滅させてしまうほどの威力があってもおかしくなさそうね。でももしそれが本当に起きていたらめちゃくちゃ怖いことだと思うわ。さて、ここまでレムリア大陸についていろいろ話したが、先ほど少し出てきたレムリア人についても話していこう。そうそう、それ気になってたのよ。レムリア人ってどんな人たちだったのかな？先ほど話したように古代に関わらず、失われた大陸には現代の私たちの技術力を遥かにしのぐほどの文明が確立されていたという意見がある。その中でもレムリア人は他の古代人とは少し異なり、彼ら自身が特別な力を使いこなしていたとする指摘も出ているんだぜ。レムリア人が何か特殊な人たちってのは想像できるけど具体的にどんな力を持っていたのかしら？なんとレムリア大陸の人々は言語を介さずに意思疎通ができたというんだ。レムリア人は言葉に頼らず、テレパシーによって意思疎通を行っていて、言葉を口に出して交わすのではなく直接相手の意識にアクセスしてコミュニケーションを取っていたんだぜ。テレパシーなんて正直、オカルトの世界にしかないと思っていたけど、まさか本当に使える人がいたの？これはレムリア人が高次元の生命体であったことに由来しているという。現代の私たちは意思疎通を図るために言葉を使わなくてはならないだろ？でも一方でレムリア人たちは高度な生命体だったから、肉体から解放され、意識として存在していたとされているんだぜ。なんだか難しい話ね。他にはどんな特徴があったのかわかっているのかしら？他には瞬間移動ができるなんて話もあるな。これも高度な生命体だったということが大きく関わっているんだが、私たちは肉体に縛られた生命体のため物理的な距離を瞬時に超えることはできないよな。しかしレムリア人は肉体から解放された生命体だから、ここへ移動したいと感じた場所へ瞬時に移動することができたんだぜ。テレパシー能力を使えて瞬間移動までできるなんて、もはや人間じゃないと思っちゃうわ。一説ではレムリア大陸はアフリカ東部からアジアにかかる大きな大陸だったため、レムリア人同士が交流するためには瞬間移動のような能力が必要不可欠だったのかもしれないな。それにしても瞬間移動できるなんてチートすぎるわよ。他には何か特徴的なことはあるのかな？これは先ほども話したことではあるが、レムリア人たちは愛と平和に満ちていて、高次元に属していたとも言われている。高次元ってどういうこと？つまり神々や天使に近く、光を放った高次元の存在ってことだな。よくイエスとか天使を描く際って頭部に光輪を描いたりするだろ？あれは次元が高いほど、放つ光が強くなるからとされているんだ。なるほど。レムリア人は高次元な存在で、誰にでも愛を持って接していたってことなのね。いや、というよりも高次元な存在だったから愛と平和を大事にしていたんだろう。
自分だけではなく、他者にも優しくすることが、レムリア人にとっては自然なことだったんだぜ。何度も言うけど、それは本当に素敵なことよね。現代人も少しはレムリア人を見習った方がいい部分があると思うわ。あとは脳の使用率がほぼ 90% とも言われている。実は様々な理由はあるんだが、現在の私たちは脳の数パーセントしか使用していないと言われているんだ。え、そうなの？最初は意味がわからなかったけど、そう考えるとレムリア人が 90% 近く使っていたのはすごいことなのね。ああ、テレパシーやテレポーテーションの方法は基本的に脳にインプットされていて、脳がほぼフル回転だったので、それができていたと考えられているぜ。また食べ物に関してもあまり摂取する必要がなかったと言われている。え、ご飯食べたりしないの？もちろん全く食べないわけじゃないが、何度も言うようにレムリア人は肉体に縛られた生命体ではない。そのことからほぼ食べ物を必要としていなかったとされているんだぜ。なるほど。現代の私たちはここの肉体を持つ生命体だから、その命を維持するために多くの食べ物や水分を必要としているってことなのね。でもレムリア人はより高次元の生命体だったから、地球や太陽から与えられるエネルギーを元に生活していたってことなのか。そういうことだ。このようにレムリア人には様々な特殊能力があったと考えられている。それらを考えると彼らの脳の働きは私たちとは比べ物にならないほど活発に動いていたことになるぜ。うんうん。レムリアは非常に高度な文明を築いていて、レムリア人は高次の存在で現代の私たちとは全く異なる生命体だったことは分かったわ。ところでレムリア大陸はもともと動物学者がその存在を仮定して一から作り上げた大陸だったよな。しかし南インドのタミルナーブ州というところでは、クマリナブやクマリカンダムといった名で海底に沈んだ王国の噂が住民に語り継がれているんだぜ。また19世紀頃にはタミル人の間で自分たちが物語として聞いて育った海底王国が、レムリア大陸なのではないかと考える人々が続出していたんだ。中にはタミル人をレムリア人の末裔として考える動きもあったんだぜ。タミル人っていうのはどんな人たちなの？タミル人はインド南東部を中心にスリランカ北部などにも居住し、ドラビダ語族に属するタミル語を用いる民族のことを指す。古くから海上交易を行い、王朝を建て独自のヒンズー文化を栄え、現在は東南アジア各地やアフリカなどへの移民が多いとされているな。なるほど。その人たちがレムリア人だったと考える人たちがいたってことなのね。まあ今はその熱もだいぶ収まったようだが、彼らに語られてきた話が事実だとすれば、レムリア大陸は実際に南インドに存在していたことになると思う。さらにその一部が大陸が沈む前に脱出し、その話を経験談として語ったことで、タミル人の間に伝わったのではないかと考えられるぜ。でもそれが本当なら、あながちタミル人がレムリア人の末裔ではないとは言い切れないわよね。まあそうなんだが、この他にも世界各地ではレムリア人と別の存在を結びつける説も存在しているんだ。え、例えばどんな説があるの？そのうちの一つが巨人族ネフィリムだぜ。1912年に農場の主が巨大な足跡を発見したことからネフィリムの存在が明らかになったとされているが、この巨人族がレムリア人だったのではないかとする声もあるんだぜ。ね、レムリア人が巨人族ネフィリム？ちょっと信じられないんだけど、このネフィリムっていつ頃存在していたと考えられているの？これは2億年から30億年前にできたものだと推定されている。エンジンが出現したとされる600万年前よりもさらに古い時代のことになるんだ。何それ？エンジンが出現したより前ならそれって人類とは何の関係もないんじゃ。まあ普通に考えればそうかもしれない。だが仮にレムリア大陸やアトランティス大陸が実在していた超古代時代があったとするなら、私たちが人類誕生の歴史としてきた時代より古くからすでに人類は活躍し、文明を築いていたことになる。そう考えれば当時に巨人族が存在していて、高度な技術を用いて文明を発展させていた可能性もなくはないと言えると思うんだよな。うん。まあ確かにそれだとこれまでオーパーツなど時代にそぐわないとされてきた遺物も、ちゃんと説明できるようになるけど、それにしても不可解な話だわ。このように謎多きレムリア人だが、その特徴についてはさっき話したように諸説あるものの、なんと日本人にもレムリア人のルーツが伝わっていたとする説があるんだ。え、日本人とレムリア人に何の関係があるっていうの？その背景にはレムリア大陸が滅亡した時にその生き残りが、アジアへ流れ着いたのではないかとする考察がいくつか出ていることにある。実はこのように主張する人々はアトランティス大陸の生き残りについても、そのようにしてエジプトを経由し、アメリカ方面へたどり着いたと考えているんだ。あ、そうなのね。それと同じようにレムリア人もアジアに流れ着いたって考えているってことなのか。でももしそれが本当だとしたら確かに西洋人とアジア人に、これほどはっきりした容姿の違いがあることも説明できそうな気がするわ。ああ、
レムリアとアトランティスの人種の違いが、現在の容姿のそれに、色濃く出たためであるとも考えられると思うんだぜ。まあいずれにせよ沈みゆく大陸から脱出した人たちがどこかに定住したとする流れは容易に想定できると思う。そうね。ちなみにそれって遺伝的な観点からも説得力はある話なの？そうだぜ。これについて調査した専門家がいるんだが、その人によれば、縄文人が持つ DNA の Y 染色体のタイプは D だとしてこの D を持つ部族の場所として挙げられるのが、インドとタイの中間にあるアンダマン諸島やチベットだという。特に日本ではアイヌと沖縄の人々に純粋な D タイプが見られると主張しているんだ。それはなかなか面白い話ね。つまり縄文人はこれまでレムリア大陸と関わりがあるとされてきた場所の人々と、共通する DNA を持っているってことでしょ？そうそう。このことはレムリア大陸から実際に生き残った人々が日本列島へ流れ着いた可能性を示しているわけだ。実はこれまでも日本人はシュメール人の祖先だったなど様々な起源説が唱えられてきたんだが、レムリア人が祖先に入っている説も有力な一つとして日本人のルーツに加えるべきなのかもしれないな。なかなか面白い考えね。ちなみに特別な力を持つと言われてきたレムリア人がどのように現れたのかについては、ニュージーランドのマオリ族に伝わる伝説の中で地球外生命体の存在が関係していると言われている。え、地球外生命体？それはプレアデス星人と呼ばれる存在で、彼らが持っていたとする高度な技術力はもともと地球外からやってきたものだというんだ。それを地球上のレムリア大陸に持ち込み、根付かせたなんていう考察もあるんだぜ。まあ確かにさっき話してくれたレムリア人の特徴は人間離れしたような能力もあったわよね。でもそうだとすればどうしてプレアデス星人が地球へ降り立ったのか疑問だわ。それについては未だに真相は分かっていないものの、様々な説が唱えられている。例えば平和的な精神を有していたとされていることからプレアデス星人が争いに巻き込まれるのを恐れて、それまで暮らしていた故郷の星を手放したということも考えられるだろう。なるほどねー。まあレムリア人が本当に異星人であったのかどうかはさておき、その特殊な力が日本人の中にも受け継がれているという説は遺伝子学的にも説得力がありそうね。このように失われた大陸について、私たちが知らないだけで、古代には存在すら気づかれていない文明や技術がまだまだ隠れているのかもしれない。空気を読むのが得意な日本人ならではのコミュニケーションの取り方にも、レムリア人の特徴が出ている可能性もありそうだと思うんだよな。ああ、それは確かに。でももし日本人が本当にレムリア人の血を受け継いでいるとしたら、それはそれでなんだかとてもロマンある話だと思うよ。未だにわかっていないことは多くあると思うけど、今後の調査で新たなことがわかるのを期待してるわ。そうだな。ということで今回は未だ解明されないレムリア大陸実在の謎について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直レムリア大陸という存在を今回初めて知ったけど、なかなか奥が深くて面白い話だと思ったわ。失われた大陸というのは現在存在しないから謎を解明するのは簡単なことではないと思うけど、今後どのようなことがわかるのか、今から楽しみにしているわ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世界中には多くの神話や伝承が伝わっていると思うけど中でも聖書ってなかなか興味深いわよね。大昔から今までずっと受け継がれてきて、しかも内容も様々な話があるから面白いと思うわ。まあなんせ聖書は世界で一番多く出版されている書物とも言われているからな。それだけ多くの人が大切にしてきたものだということもわかるだろう。うんうん。そんな聖書の中でも私は特に、ノアの箱舟伝説が気になっていてね。内容は正直、ざっくりとしか知らないんだけど、あれがもし本当に起きていた話だったとしたら、なかなか興味深いって思っていたのよ。お、なかなかいいところに目をつけたな。実は今でもノアの箱舟伝説に出てくる大洪水について研究している学者はかなり存在していて、なんと地球の歴史を振り返ると世界各地に記録的な大洪水が起こった痕跡があるというんだぜ。え、そんな痕跡が見つかっているの？ノアの箱舟伝説をもとに世界で発見されている大洪水の痕跡についてもっと詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回はノアの箱舟伝説の大洪水は本当に起きていたのかについて話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってねー。ではまず最初にノアの箱舟伝説についてあまりよく知らない人もいると思うので、聖書におけるノアの箱舟伝説とはどんな話かについて紹介していくぜ。私も簡単なあらすじ程度にしか知らないから、ぜひ教えてほしいわ。ノアの箱舟伝説とは旧約聖書の創世記に登場する、大洪水にまつわる物語のことだ。昔々、人々は嘘をついたり怠けたり、悪いことばかりをしていてだな。そんなある時、神は地上の人々の堕落を嘆き、洪水で滅ぼすことを決意するんだ。
堕落した人類を見て神様もついにお怒りになったのね。そこで神は信仰の強いノアという存在に対して、その事実を告げた。ノアよ、私は大洪水でこの世界を滅ぼすから。お前は箱舟を作り、家族と動物を乗せて逃げなさい。と言っていたな。神様も、信仰心の厚いノアだけは助けようとしたってことなのね。それでノアは箱舟を建設したってことか。その通り。ちなみにこの箱舟はゴフェルの木で作られていて、3階建てで内部に小部屋が多く設けられていたという、箱舟の内と外脇のタールで塗られたなんて記録が残されているな。随分と詳しいことまで記録されているのね。やがてノアは箱舟を完成させると、妻と3人の息子とそれぞれの妻、そして全ての動物のつがいを箱舟に乗せた。ノアは唯一神様からのお告げがあった人とはいえ、それを村の人とかに伝えたりはしなかったのかな？いや、神様からのお告げを受けたノアはちゃんと村の人々に大洪水が起こることを教えていた。しかし村の人たちはそんな話、誰も信用しようとはしなかったんだ。結局ノアが箱舟を完成させたところで村人は誰も乗り込もうとしないまま、ノアの家族と動物たちだけが船に乗ったって感じだな。なるほど。それはまあ、ノアは悪くないわね。それでその後に大洪水が起きたってことなのかな？怒りの洪水は40日40夜続き、地上に生きていたものを滅ぼし、水は150日もの間、地上で勢いを失わなかったと記録されているぜ。やがてその後にノアたちを乗せた箱舟はアララト山の上に止まったんだ。うわ、本当に大洪水が起きたんだね。じゃあ箱舟で逃げたノアたちは助かったものの、村に留まった人たちはみんな全滅したのか。やがて時が経ち、水が乾き始めた時にノアは箱舟から出て糸の指示を受け、家族と動物たちと共に箱舟を出ることになった。そこに祭壇を築いて、焼き尽くす献物を主に捧げたんだぜ。ノアが助かったのは、そういうところにあると思うのよね。ああ、主はこれに対してノアとその息子たちを祝福した。そしてノアとその息子たちと後の子孫たち、地上のすべての生物に対して、今後絶滅させてしまうほどの大洪水は二度と起こさないと契約をしたんだぜ。主はその契約の証として、空に虹をかけ、異常がかなりざっくりとしたノアの箱舟伝説の概要だな。今の話を聞いている限り、ノアの箱舟は神による人々への鉄槌の伝説だったんだなと思ったわ。でももしこの大洪水とやらが実際に起きていた話だとしたら、それはめちゃくちゃ恐ろしいことだと思うよ。よし、ここまでノアの箱舟伝説について、ある程度は分かったと思うので、次からは実際に世界で見られる大洪水の痕跡について話をしていこう。めちゃくちゃ気になるんだけど、例えばどんなものがあるのかしら？例えば国会なんだが、そこには過去に人々が住んでいた時期があったとされているんだ。国会ってヨーロッパとアジアの間にある内海のことよね。名前的に黒い海なのかと思っていたけど実際に海面が黒いわけじゃないのは覚えているわ。その通りだ。国会は世界有数の広大な内陸海で、最大水深は2000メートルを超えるともされている。ちなみにこの国会は塩分濃度の低い表層水と塩分や硫化水素の濃度の高い深層水の2層に分かれていて、青く澄んだエーゲ海に比べて、硫化鉄の多い深層水の影響で海が黒く見えるという特徴があるぜ。国会ってどうして黒い海なんだろうって思ってたけど、そういうことだったのね。実はそんな国会で、過去に大洪水が起きたとされているんだが、それは気候が温暖化した約9400年前に、当時まだ淡水湖であった国会に地中海の海水が大量に流れ込んだという話だぜ。その大洪水によって国会の水位は急上昇し、地中海と一つながりになったというんだ。そんな、ちなみにかつてこの国会付近に人が住んでいたのを示す痕跡とかって見つかっているのかな？それについては国会の海底に河川の浸食作用でできる地形が見つかったり、淡水に生息するはずの二枚貝の化石が発見されるなどの理由から明らかになっているぜ。なるほどね。でもその後、国会の水位が上昇してしまうようだけど一体どのくらい上昇したっていうのよ？気候の変化によって地中海の水位が上昇すると、国会との間をせき止めていたボスポラスの堰が決壊し、地中海の海水は一気に国会へ流れ込んでしまった。この時、国会の水位は60メートル以上上昇したと考えられているぜ。そのため周囲の村々が水没してノアの洪水など、水の氾濫に関する様々な民間伝承が生み出されたのではないかとされてきたんだ。めちゃくちゃ恐ろしいことが起きているわね。その地中海の海水が国会に一気に流れ込んできたことを見て、当時その辺りで生活していた人々はそれを大洪水だと言ったってことなのか。そんな国会における大洪水だが、一説ではこの時に流入した水量は、なんと1日で500億リットルにも及んだと言われているんだ。500億リットル？そんな水の量、全く想像できないけど、もし本当にそんな大洪水に襲われたとしたら、
当時の人たちはひとたまりもなく流されてしまったでしょうね。ちなみにこのような大洪水の記録って他の地域にも存在しているのかしら？他にはアメリカで起きたケースがある。この大洪水は1万年以上前の話で、当時は最終氷期と呼ばれる最後の氷河期の末期だったんだが、その地表を覆う分厚い氷床が溶け出した時期でもあり、ここで大洪水が起きたんだ。この時、北アメリカには北極からニューヨークまで厚さ3キロの氷床があったことがわかっていて、当然溶けた氷は水となり海へと流れ出して溶け切る前の氷に阻まれ、氷河湖を形成することもあったぜ。それだけの規模で氷が溶けたなら、この氷河湖もかなり大きなものだったでしょうね。そうだな。なんと巨大なものではカナダの半分ほどの面積のものもあったと言われている。しかし地球は年々暖かくなっていくわけで、その分だけ氷もどんどん溶けていくわけだ。ここで氷河湖で大量の水をせき止めていた氷が溶け、膨大な量の水が一気に流れ出してしまったんだな。なるほどね。それが大洪水として流域に猛威を振るっていたってことか。そりゃあもしその流域に文明があったとすれば、かなり壊滅的な被害を受けたと思うし、当時ならなおさら、神の怒りによるものだと思ってもおかしくないわよね。さらにこの大洪水は地球全体の気候にも影響を与えたと考えられていてだな。鍵となるのは大西洋南北熱源循環、通称アモックの存在だぜ。アモックっていうのは一体何なの？アモックは熱帯の暖かい海水を北大西洋へと北向きに運ぶ、大規模な海流系である大西洋の南北方向の延直循環のことだ。通常、赤道付近で温められた海水は極域に向かうに従い熱を放出する形で循環しているんだぜ。この循環をアモックって呼ぶわけか。そしてその時に放出した熱によって気候が暖かくなるんだね。その通り、このアモックは安定した気候を保つことに一役買っているものとして知られてきたんだ。だが最終氷期にアメリカにおいて海に流れ出した大洪水とされる水はメキシコ湾流にぶつかり、塩分濃度が大きく変化してしまったんだよな。それによってアモックの循環が妨害されちゃったのね。この気候を温めていたアモックというシステムが停滞すれば次に起きるのは地球規模の寒冷化で、大洪水を免れた人間を含めた動物にもかなり大きな打撃を与えたんだぜ。うわぁ、随分悲惨な被害が想像できるわ。この寒冷化によって多くの種が絶滅したのは間違いなさそうね。このように大洪水はその被害地域のみならず、地球規模の災害を起こしてしまっている。現在の洪水という概念以上の猛威を振るい、多くの生命文明が失われる原因にもなっていたと考えられているんだぜ。これがノアの箱舟伝説の大洪水と関係あるのかははっきりしていないんでしょうけど、これだけの大きな被害があったら当時の人たちは相当恐ろしいと感じていたに違いないわ。さて、そんなノアの箱舟伝説の大洪水だが、さっきのあの箱舟は最終的にアララト山にたどり着いたという話をしたよな。実はこのアララト山について、現在のトルコ国内に実在するというんだぜ。え、あくまで伝説上の存在じゃなくて、この世に実在している山なの？ただしこれは12世紀以降に聖書のノアの箱舟がたどり着いた山ということで知られていて、ヨーロッパ人によってその名が付けられたと考えられているんだ。それはなんか、後付けでアララト山って名前になった感がある命名の仕方ね。じゃあやっぱりこのアララト山っていうのはあくまで伝説上の山で、実際にあるアララト山が本物かはわからないわね。そう思うだろ？ところが1850年に、なんとも驚くべきことが起こるんだ。え、何が起きたの？当時、無神論者だった3人のイギリス人がいるんだが、彼らがアララト山を訪れたことがあったんだ。そのアララト山にある氷河や石系にできた深い割れ目であるクレバスの中に、巨大な船を目撃したという住人がいて、その人を案内人にして正体を確認しに行ったんだぜ。え、無神論者だったのにその巨大な船を確認しに行ったの？これは逆に無神論者ゆえにこの船がほら話であることを証明したかったんだろうと考えられている。ところがいざ案内人についていくと、なんとそこには本当に大きな船があったんだぜ。じゃあその3人のイギリス人はつまり、箱舟を目撃したってこと？そんなの絶対にかなり驚いたに違いないわ。その後イギリスから来た3人は案内人に口止めし、その事実がなかったことにしようとした。しかし晩年になってその事実を新聞社に告白し、このことは新聞にも載ったんだぜ。そりゃ当時は大きな注目を集めたに違いないわ。さらに1883年には火山性の地震によって、箱舟の一部がクレバスから見つかる事件も起きている。しかし地震により山の状況が不安定になったことで、政府は調査を断念したと記録されているんだよな。じゃあこの真相は未だに謎のままなの？そうなんだ。さらに1916年には偵察機がアララト山から40キロの地点にある氷河湖に、
巨大な船の形にも思えるような何かが沈んでいるのを発見したという報告が上がっているんだ。え、何それ？これについては敵の潜水艦である可能性もあるため、150人にも及ぶ部隊を派遣して、その正体が古代の200メートルの全長を持つ船だったことがわかっているぜ。めちゃくちゃ大きな船じゃない。ちなみにその船の中とかってどうなっているのかはわかっているのかしら？何でも船の中については何百もの部屋に分かれていて、恐竜さえも乗せることができるような高い天井を持つ部屋までもあったことがわかっているな。この船の調査結果については後ほど詳細にまとめられたようだが、派遣された部隊の国で起こった革命などによって、その詳細は紛失されてしまったみたいなんだ。ええ、こっちも今はもはや証拠がないって感じなのね。またアララト山には現在も衛星写真などによって、箱舟が漂着した跡地がしっかり確認できることも広く知られてきた。このようにアララト山における箱舟の目撃情報は時代を超えて様々報告されているんだぜ。確かに様々な話があるし、どれもかなり奇妙な話だと思うわ。でも一つ疑問があるんだけど、これだけ多くの報告が上がっているけど、じゃあ一体どれが本物の箱舟かって話よね。お、さすが目の付けどころが違うぜ。実際にそのような疑問は研究者の間でも話題になっていてだな。例えば現在有名になっている衛星写真で見られる漂着した跡が本物だとすれば、じゃあさっき見つかったクレバスの中に眠る船は一体何なのかという話になるわけだ。また偵察機が発見したようにアララト山でなく、その近くにある氷河湖に箱舟が存在するというのなら、アララト山にあるとされているあの大きな船は一体何なのだろうかとも思うよな。うんうん、もしかしてのあの箱舟っていくつもあったとか。お、なかなかいいセンスしているな。まずここで考えられるのは多くの情報が全くの信憑性のないガセ情報だということだ。ああなるほどね。説としては一番つまらない感じだけど、確かに実際に目撃情報があるものの、現存しないのっていうのはおかしな話だと思うわ。そうだよな。そしてもう一つ考えられていることがある。それは、本当はノアの箱舟は船団だったのではないかということだぜ。船団って、一体どういうことよ？ノアの箱舟って言うけど、伝説上はノアとその家族が箱舟に乗り込んでいただろ？さらにノアは全ての動物の頭蓋をも乗せたりしていたわけだ。確かにノアだけが乗り込んでいたわけではないわよね。この話が本当だとすれば、霊夢が言っていた通り、船が複数あったとしてもおかしくないと思うんだぜ。なるほどねー。まあでもその場合、船を作る労力をどうしていたのだろうかとか、そもそもそんなに多くの船を作ることはできるのかなど他にも様々な問題が出てくるわけだが、一つの説としては十分に考えられていることは知っておいてほしいんだ。うんうん。それにしてもアララトさんと箱舟の関係は想像以上に深そうだけど、少なからず何か関係があることはほぼ間違いなさそうだと思ったわ。このアララトさんについては今後も調査が続くでしょうし新たな情報を待つしかないわね。ここまで話したようにキリスト教において聖書は最も重要とも言えるものであり、多くの人が聖書に書かれていることは真実だと信じているわけだ。うんうん、もちろんのあの箱舟伝承についても聖書に書かれている以上は事実であり、本当に起こったものだと考えられてきたのよね。その通り、だが現在地球の全てを覆うような大洪水があったということは、地質学など様々な面で否定されているのも事実なんだよな。じゃあのあの大洪水伝説についてはあくまで伝説上の話で、実際に起きたことではないってこと？そう言われると、そうとも言い切れないって感じなんだ。もう、なんなのよ。じれったい言い方しているけど、結局何が真実なわけ？そもそも聖書というのは神が人間に書かせたことになっているんだ。だがそれは文字通りに自動筆記的な感じではなく、聖書になるように人間がそれを書く奇跡を起こしたと考えるのが近いんだぜ。聖書ってそんな感じで作られたとされているんだね。でもそれがノアの箱舟伝説の真相と何の関係があるのよ？このことから考えられるのは、ノアの大洪水伝説は当時の人間にとって、そう感じられたものが綴られていたことではないだろうか？どういうこと？この伝説は世界を大洪水が襲ってノアの箱舟に乗っている以外の人間が滅んだという話だったよな。それはノアにとって認識できる限り世界を洪水が襲って、その世界のノア以外の人間が滅んだということを意味するとも言えるんだぜ。はあ、なるほど。さっき国会を大洪水が襲った話を紹介してくれたけど、もし本当に過去に国会の底には人類が住んでいたとしてそこに地中海の水が流れ込んだとすれば、当時の人からすれば世界が大洪水に飲み込まれて全滅したように感じてもおかしくないもんね。そういうことだ。つまり当時にしてみれば世界が洪水によって滅んだとしても、今になってみれば局所的な洪水だった可能性も大いにあり得るわけだな。うんうん。でももしそうだとしたらこれだけ色々な場所でのあの大洪水だとされている、
大洪水の痕跡が残っているのも不自然な話だと思うんだけど、だってそれって色々なところでノアの箱舟が存在していたと考えられているってことでしょ？実はこのことに関して重要な鍵を握る話があってだな。バベルに関する伝承なんだぜ。バベルの伝承って何？旧約聖書にはバベルの塔伝説という物語が記載されているんだ。その簡単なあらすじとしては昔々、地上に住むすべての人間たちは一つの言語で繋がっていて、人間たちは先が天に届くほどの巨大な塔を作ろうと試みたんだ。え、何のために？どうして巨大な塔を作ろうとしたのか、それについて明確な理由は記されていないものの、一般的には人々が塔を作り、神に挑戦しようとしたからと考えられている。だがその人間たちの行動に対し神はブチギレて、人間たちを全ての地に散らし全地の言葉を乱したんだぜ。こうして人間たちの町づくりと塔の建設は終わりを迎えたんだ。ここでも人類は神様を怒らせているのね。このことから大洪水の後にノアの子孫が繁栄し、神の人は世界中に散るようにという意思に反して、人間がバベルの地に集い天にも届くような塔の建設を始めると考えることもできると思うんだ。うんうん。それで神様が怒って、人々は結果的に世界中に散っていったわけだもんね。つまり世界中に伝わる世界を一度滅ぼした洪水の伝承とは、ノアの経験した洪水という共通のものが各地の言葉で、受け継がれてきたものだと考えることもできるはずなんだぜ。なるほど。じゃあそれって逆に言えばノアの大洪水の伝説で描かれている洪水の痕跡を探すことで、ノアより前の人類史にとって重大になる場所を探すことができるかもしれないってことよね。そうだな。だがそうなるとやはり箱舟が残っているとされているアララト山については、絶対にスルーしちゃいけない場所だと思うんだよな。確かにそこら辺には何かしら鍵がある気がするわ。でもそのアララト山については今もなおほとんど何もわかっていない状態だしね。やっぱりこのノアの大洪水伝説についてはまだまだ多くの謎が残っていそうだと思ったよ。聖書の記述を真実だと仮定して考察してきたが、やはり聖書の記述の全てを真実とするには、現在、科学的な調査でわかっている地球の歴史と照らし合わせるとそこが出てくるのも事実だ。まあそうよね。しかし聖書もまたローカライズされたものであり、原点が他にあると考えれば、説明できることも増えてくると思うんだぜ。それって例えばどんなものがあるのかしら？例えばさっき説明したアメリカで驚異的だった大洪水について、実はその時代と同じくらいの時にヨーロッパや世界各地でも、同じような洪水が起きていたことがわかっているんだ。じゃあ同じ時期に世界中の様々な地域で大洪水が起きていたってこと？絶対に何かしらのつながりがあると思うんだけど、それらの洪水の原因って何かわかっているのかな？それについて、実は世界にはヤングアドリアスと呼ばれる彗星があってだな。なんとこの彗星は小氷河期を作り出した原因とも言われているんだぜ。ヤングアドリアスは知っているわ。確か地球上で最終氷期が終わった後に温暖化が始まった状態から、急激に寒冷化に戻った現象のことよね。そうそう。このヤングアドリアス彗星は複数の彗星が次々と氷河に衝突を起こしたと思われていて、氷河に衝突し、世界各地で氷河が溶けて様々な地で多発的に洪水が起こったと考えられているんだぜ。なるほど。じゃあ神様の怒りでも何でもなくちゃんとした自然現象によって起きた洪水だったかもしれないのね。実はその自然現象とも言える彗星についてだが、ここにもなかなか面白い話があるんだ。何？何でも過去に存在していたメソアメリカには、光る蛇が空から落ちてきて大洪水が全てを流したという話がある。そしてその後、大地がすっかり寒くなったという伝承が残っているんだぜ。そのメソアメリカっていうのはどんな存在なのかな？メソアメリカは中米における先スペイン時代の古代文明圏のことを指す。このメソには中央、中間という意味があり、アメリカ大陸中央の文明だからメソアメリカ文明とされているんだぜ。へえ、そんな意味があるんだね。そんなメソアメリカには他にも様々な伝承があって、例えばメソアメリカの古代文明の神話にはケツァルコアトルという神が存在したとされているんだ。そのケツァルコアトルっていうのは一体どんな神様なのかしら？ケツァルコアトルは民衆に文化を授けた神であると同時に農耕の神、風の神であり、この名前には羽毛を持つ蛇という意味があるんだ。確かにこの見た目はその名の通り、羽毛を持つ蛇って感じだわ。そんなケツァルコアトルは人間に文明を授けた神ということになっているんだが、ここで重要な意味を持つのが古代宇宙飛行施設なんだぜ。古代宇宙飛行施設って確か地球外生命体が地球に文明と生命をもたらしたっていう説よね。他の伝承とかでも聞いたことあるけど、そんなこと実際にあり得るのかしら？古代宇宙飛行施設の代名詞とも言われるのがシュメール文明の地であるメソポタミアなんだが、実はこのメソポタミアにも原初の海の女神として蛇の姿を持つとされるティアマトが登場するんだ。
これらのことから考えられるのは、蛇という存在は地球外から来たものという認識があるということだぜ。確かにどちらも蛇が共通して出てくるわね。じゃあもしかしてメソアメリカに残されている伝説に出てくる光る蛇っていうのは、地球外からやってきた可能性があるってこと？それってもしかして彗星のことを指しているのかな？その可能性は大いにあり得ると考えられているんだぜ。またアメリカの大洪水が海に流れ込んだことによりアモックを停滞させて、地球を寒冷化させたことについてはさっき話をしたよな。実はここで彗星が衝突した際に大気に舞い上がった大量の水蒸気や土ぼこりが日光を遮って、その結果、寒冷化を加速させたとも考えられているんだ。はあ、なるほど。じゃあつまり彗星、すなわち光の蛇が空から落ちてきて、それらが大洪水を起こして全てを流してしまったということなのか。それによってやがて寒冷化が起きてしまったってことなのね。ああ、つまりこのメソアメリカに伝わる伝承は、科学的な調査で近年に分かってきた事実を説明していたことになるとも言えるよな。さらにこの彗星の衝突は偶然のものではなかった可能性があるんだ。え、それはどういうことなの？そもそものあの箱舟では神の意志によって大洪水が起きただろ？実はこののあの箱舟伝説の元になっているとされているシュメールの粘土板に記された洪水神話があってだな。そんなものがあったのね。そのシュメールに残されている洪水神話もやっぱり神様の意志で洪水が起きたことになっているのかな？実はそれが、神々の集会で決定した意志で洪水が起こされたことになっているんだ。つまりこの洪水は人間を作った神、すなわち地球外生命体が関与していたのかもしれないとも思えるわけだ。ほい、すごい発見じゃない。もしここまで紹介したノアの大洪水伝説をそのままの意味で捉えるとするなら、人類をリセットするために意図的に彗星を衝突させたとも考えられると思うんだ。まあ真相は未だに謎のままだけどな。世界各地に残る過去に起きた大災害とも言える大洪水の痕跡には、何か私たちが知らない、もっと重大な地球と人類に関する真実が隠されているかもしれないわね。今後、研究が進んで新たなことがわかるのを期待しているわ。ということで今回はノアの箱舟伝説の大洪水は本当に起きたのかについて話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？正直この伝説ってあくまで伝説で実際に起きた話じゃないと思っていたんだけど、ここまで様々な痕跡や謎が世界中に隠されていると、実際に起きたとされてもおかしくないと思ったわ。しかも地球外生命体との関係性も指摘されているし、今後どんな研究結果が出るのか楽しみね。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。最近キングダムにハマってるんだけど、中国の歴史ってかなり奥が深くて面白いわよね。正直学校の授業で聞いてた時はそこまで興味を持てなかったんだけど、漫画とかで見るととても興味深いことばかりよ。それはキングダムの作者も喜んでいるだろうな。中国史を含めて世の中には多くの伝説や伝承があるが、その大半は未だに謎めいたものばかりだ。真偽は定かではないことも多い一方でそこに重要な真実が隠されていることも多いんだぜ。マリサ的に中国に伝わる伝承の中で特に興味深い話って何かしら？それはやはり呪福伝説だろう。呪福伝説というのは未だに謎に包まれた部分が多く、しかもなんと日本とも大きな関係があるというんだぜ。日本とも関係があるなんて、そんなの無視できないことじゃない。その呪福伝説っていうのは何なのかについて、もっと詳しく教えてほしいよ。よし、じゃあ今回は 99% の人が知らない呪福伝説の真相について話をしていこう。それでは今日もゆっくりしていってね。今なお日本各地に伝わる呪福伝説だが、実際にどんなものなのか話をしていくぜ。私、正直初めて聞いたけどどんな話なのか気になるわ。これは遥か昔、中国は秦の時代のことだ。その時代の中国に呪福という法師がいたんだぜ。法師っていうのは？法師とは紀元前3世紀から5世紀の中国に存在した人で、特殊な技術、方法を身につけた人を指す。具体的には古代中国において不老長生の説を唱えたり、そのための魔術的技法や薬法を使ったり、空を飛んだり鬼神を刺激したりする錬丹術や占いなどを行使することができた人たちのことだな。そんな魔法使いみたいな人がいたんだね。呪福もその法師の一人だったってことなのか。そうだな。ある時呪福は秦の始皇帝に東の海の三神山に住む仙人に不老長寿の薬を求めに行きたいという。三神山っていうのは何よ？三神山は中国の古伝説で、東方絶海の中にあって仙人が住むという蓬莱、豊穣、永州のことで、そのどれもの山が壺の形をしていることから三古山とも言われているぜ。特に古くからの中国の伝説に現れる蓬莱山は東海の中にあり、仙人が住む不老不死の霊山なんだ。そうなのね。
それで女服が始皇帝に対してその三神山に行きたいって言ったってことなのか。そもそもこの法師が存在していた時代、神仙信仰や神仙思想というものがあったんだ。これは古代中国にて人命が永遠であることを神人や仙人に託して希求した思想のことだぜ。不老不死の仙人神人の住む海上の異界や山中の異境に楽園を見出し、多くの神仙たちを信仰し、また、神仙に至るための実践を求めようとしていたんだな。当時の中国の人たちは人間も狩猟などによっては仙人になれると心から思っていたんでしょうね。当然、この女服もそのうちの一人だったってわけか。ちなみに法師とは仙人のような存在を目指すための修行者という側面も持っていたので、こういう思想が成り立つのも理解できると思うぜ。うんうん。というか女服ってすごい能力とかがあるものの、身分的には普通の人なのよね。それなのに真の始皇帝に進言できるなんてすごくない？真の始皇帝ってもはや天の上の存在みたいな感じだと思うけど。確かに時の最高権力者がこのような進言を真に受け支援したのか不思議に思う人がいるかもしれないが、そもそも法師っていうのは決して身分が低いわけじゃない。古代中国において法師は特殊な術を用いることで時の権力者からも信頼される存在だったんだぜ。あ、そうなんだね。そんな地位にある人物が奏じたのだから、始皇帝も本気で聞き入れてくれたってわけか。しかも古今東西を問わず強い権力や富を得た者が不老不死を望むのは珍しいことではないからな。さらにこの時代の中国では神仙信仰、神仙思想はメジャーなものだったし、特に真の始皇帝をはじめとする皇帝たちに強く支持されていたんだぜ。そうなのね。じゃあ案外すんなり始皇帝もゴーサイン出したかもしれないわ。ああ、真の始皇帝は女服の進言を受け莫大な資金や物資、人員を授け女服を送り出したことがわかっている。やがて旅立つことになった女服は最終的には男女3000人もの人数を連れて、五国の獅子に農耕器具に金銀なども積んだ大船団になったと言われているぜ。だいぶ規模の大きな遠征ね。この船旅も楽なものではないと思うけど、女服はちゃんと帰ってきたかな？いやそれが、なんとも残念なことに女服が中国に戻ることはなかったんだ。女服は航海の末にたどり着いた地で平原光沢の王となり、そこで物語は終わっているんだぜ。というか平原光沢っていうのはどこのことを指しているの？平原光沢は広い平野の湿地という意味で特定の地名を指しているわけではないんだが、どうやらこの平原光沢は日本を指しているなんて話もあるんだ。日本ですって？じゃあ女服は長旅の末、ふるさとである中国には戻らず日本の王様になったかもしれないってこと？そんなことありえるわけないじゃない。だって私、これまで日本の歴史についてある程度ちゃんと勉強してきたつもりだけど、女服なんて名前は聞いたことないわよ。まあそう思う気持ちもわかる。だがよく考えてみてほしい。そもそも日本と中国の位置関係だが、中国から見れば日本は東に当たるよな。またあの有名な竹取物語において、富士山は蓬莱山と呼ばれていて、富士山は壺の形とも言えると思うんだぜ。このように平原光沢が日本を指し示すような記述は多く存在しているんだ。なるほど。また青森県には女服の里、三重県には女服の宮という場所もあり、日本中に女服にゆかりがあるとされる地も多く存在していることがわかっている。さらに決定的とも言える話があって、それは中国や朝鮮に伝わる女服伝説でも、日本にたどり着いたと記述、解釈されたものが多く見つかってきたことなんだぜ。中国に伝わる内容でも日本の名前が出てきているの？そうともなれば確かに信憑性は高いかもしれないわね。と、ここまで女服伝説のざっくりとした主な内容なわけだ。しかしこの女服伝説については現在の日本でも広く知られている話ではあるものの、歴史書や歴史的価値という意味で重要視されているわけではなく、あくまで伝説伝承って感じだぜ。まあそうよねー。あくまで外国の伝説というレベルの認識だと思うわ。こんな女服みたいな人が実際に存在したとも思えないしね。それがだな。実はこの女服伝説、単なる伝説ではなく、歴史的に重要な意味が隠されているとする人もいるんだ。また女服も伝説の人物にとどまらず、実際に存在していた可能性が高いとされているんだぜ。そうなの？どういうことなのか聞きたいわ。女服伝説の主人公である女服だが、最近になって実在した人物なのではないかと言われるようになってきたんだ。注目すべきは光明日報の記事で、ここには1984年に女服のふるさとの村が見つかったという論文が掲載されたんだぜ。光明日報っていうのは確か中国共産党直属の、中国の日刊紙のことよね。科学と教育の専門誌であり、理論面で重要な論文が多く掲載されてきたと思うわ。そんな光明日報に書かれていたってことはデマっていうわけではなさそうね。そうだな。ここで掲載されていた内容から読み取ると、村の名前は女服村で、さらにさっき話したように女服が真の始皇帝の時代に仙人と仙薬を求めて、
東の桃源郷とも言われる日本へ向けて旅立った伝承まで書かれていたというんだぜ。そんなことが本当にあったならかなり驚きだわ。でもさ、そうなるとそもそも呪服云々の以前に法師という存在は実在したってことになるわよね。あんな魔法使いみたいな力を持つ人が現実に存在したとは正直思えないんだけど。お、いいところに気がついたな。確かに魔法のような能力を使える人がいたのかと言われれば甚だ疑問だろう。現代の技術ならまだしも、呪服がいた時代にそんな能力が存在したとは到底思えないんだぜ。そうよねそうよね。となるとそもそも法師という人はこの世に存在せず、あくまで伝承の中に出てくる人ってイメージなんだけど、その疑問を解決する一つの案として科学と魔法の見間違いというのは十分に考えられる。例えば人力で火を起こしていた時代に突然ライターを持ち込んで火をつけたら、おそらくそれは魔法と言われてもおかしくないと思うんだぜ。ああ確かにそうね。私たちはライターの仕組みもわかっているし、何も魔法だなんて思わないけど、当時の人からしたら突然火を起こす不思議な物体にしか思えないと思うわ。そしたらそれが魔法の力だって思っても何もおかしくないわよ。だろ？実際、日本でも不思議な力を行使した陰陽師ってのが存在した時期があるが、陰陽師も優れた技術や知識を持った集団で、魔法使いとか超能力者なんて言われたりもしている。そう考えると法師という存在は決して魔法使いなんかではなく、少々能力が高い人たちだったと思えばありえない話ではないと思うんだぜ。うんうん。じゃあ法師という存在の有無については解決したとして実際に呪服が存在したかどうかって話よね。さっき言った通り呪服は不老不死の薬を求めて旅立ちたいと、真の始皇帝に進言するよな。これについては当時の歴史的背景が関係していると言われているんだ。当時の歴史的背景ってどういうこと？真の始皇帝はご存知の通り、当時絶大な権力を手にしていたもので、神仙思想の影響もあって喉から手が出るほど不老不死の薬を求めていたんだ。そのために国内の法師たちに不老不死の薬を作らせるなど様々試していたものの、当然全部失敗に終わっていたんだぜ。まあそりゃそうでしょ。不老不死なんて存在しないのが真理よ。まあそうなんだが真の始皇帝にそんな理屈は通じるわけがなく、また真の始皇帝はかなり気性が荒かったともされており失敗した法師を手にかけていたんだ。うわ、怖すぎ。とんでもなく生きづらそうな世の中ね。このような中国の情勢も考えると、呪服は新天地へ逃れたかったのではないかと思うんだ。そうして考えついたのが不老不死の薬を手に入れるためという理由なんだぜ。あ、そういうことなのね。実際不老不死の薬があったかは別にして真の始皇帝から逃げ出すために呪服は中国を旅立ちたかったのか。でも理由もなく逃げることはできないから、真の始皇帝が承諾しそうなことを言って脱出したのね。そういうことだな。ちなみにこの三神山への遠征という名目があったからこそ、大規模な装備や資源をも手に入れることができたとされている。うわ、そこまで考えられているなんてさすが呪服は賢いわね。でも真の始皇帝から逃げ出したって考えればその辺の理屈についても納得できるわ。あ、でもそれだと3000人にも及んだ同行人数についてはどう説明するわけ？それについては数隻の船では難しいことと呪服が旅立ったとされる場所が多くあることから、呪服を名乗る人間は何人もいたんじゃないかと推測することができる。すなわち各地から彼らが率いる大移民団だったのではないかと考えられるんだぜ。なるほど。そういえばさっき日本における呪服に関連する土地がたくさんあるって言ってたけど、もしかしてそれも大移民団と何かしらの関係があるのかな？そうだな。日本には呪服にまつわる地が北から南まで多くあることも、呪服と名乗る人物が大勢いてそれぞれに移民を率いていたなら説明ができることになるだろう。ここまでの大規模だったことから呪服伝説が今でも根強く伝承されている理由だと思うぜ。なるほどね。そんな呪服だが、実は日本にも大きな痕跡が残っているんだ。その一つが弥生時代なんだぜ。弥生時代のことって正直あまりよくわかっていないのよね。日本の弥生時代に呪服が存在した痕跡があるってことなの？ああ、そもそも日本の古代についてはあまりに多くのことがわかっていないのが現状なんだ。当時は文字があまり発達していないため大して記録も残っていないし、出土したものや残っている遺跡などで当時の様子を推測するしかできないんだぜ。まあシンプルにだいぶ大昔の話だし、わからないことって多いと思うわ。そんな弥生時代の特徴といえばどんなことがあるんだっけ？弥生時代といえば外せないのは米作りなどの水稲農耕や金属器の使用が始まったことだろう。人々は水田耕作に適した低地に集落を営むようになっていったんだぜ。あ、そういえばそうだったわね。弥生時代には自分で食べ物を作り出すことができるようになって生活が安定し、今までの原始的な集団が次第に統合されてきたって学校の授業で習った気がするわ。その通り、
また金属器についてだが、弥生時代前期には青銅器の鋳造技術が朝鮮半島を経て北九州にもたらされ、銅剣や銅鉾、銅鐸などが武器や祭祀道具として使用されるようになっている。さらに日本国内での鉄の鍛冶加工も始まり、鉄製品の農具等が増え、農耕などの生産力が向上し飛躍的に人々の生活を発展させたんだぜ。いろいろな進化が見られる時代ね。あとはこの時代、紡織技術が始まったのも特徴的だよね。機織りを始めた時代なんて言われていると思うわ。その通り、そんな弥生時代初期は中国は秦の始皇帝の時代なわけだ。稲作が日本に伝わったのは縄文時代の終わり頃と言われていて、時代的にも一致すると思うんだぜ。ほんとだわ。ここでさっき話したことを思い出してほしいんだが、徐福が中国から出航する際に船に積んでいたのは何だっただろうか？まず農耕器具でしょ。あとは五穀の獅子。あ、これってもしかして徐福が中国から日本へ稲作に関する技術や知識を伝えたかもしれない？ご名答だぜ。正確には弥生時代のきっかけとなったとまではいかないようだが、そうだとしても当時の最先端の器具や知識、技術を持ち込んだことは大いにあり得ると思うんだよな。確かに、それによって日本が大きな影響を受けたことは何も否定できないと思うわ。ちなみに九州には天孫降臨伝説というのが伝わっていて、それにまつわる場所も多く確認されているんだ。天孫降臨伝説というのは皇室のご先祖が高間ヶ原から天下り、この国を豊かにそして平和に治められていく様子を語り伝えるというものだぜ。じゃあつまり九州には天皇へと続く神の降り立った地とされる場所が多くあるってこと？そうだ。当時最先端の器具などの高度な知識と技術を持つ集団と奉仕だった徐福の突然の出現を考えると、それらは当時の日本人にとって人間以上の存在に感じても何もおかしくないと思うんだ。確かに、私もこれまでの徐福をはじめとする奉仕の話を聞く限り神様か何かなのかなって思うもの。天孫降臨伝説はもしかしたら徐福の渡来に関係したものなのかもしれないわね。ここまでの話で少し疑問に思うことがあるんだけど、徐福って言ってしまえば秦の始皇帝を騙して中国から脱出したわけじゃない？秦の始皇帝だっていずれはそのことに気づいて、徐福を追ったりしなかったのかしら？まあそんなこともあっただろうが徐福のことだからそれに対してもちゃんと対策はしているだろう。対抗するにはそれだけの体制を築く必要があるし、それまでに日本にはなかった集団社会を積極的に築いていったとも考えられるんだぜ。なるほど。ちなみに日本の神話の国づくりでは天孫降臨の地で築かれた国が出雲のような強大な国と友好関係を結び、敵対する国は討伐して大きくなっていく様子が描かれている。このことからも徐福が日本で集団社会を築いていったことは想像できるだろう。また後に現在の奈良県あたりの地域で神武天皇が即位するのは知っているよな？それについても勢力を伸ばして神武天皇の即位への道のりが、徐福の人生とかなり近いことも学説で発表されたりしているんだぜ。徐福は当時日本人にとってかなり強大な力を持っている象徴のように思われていたのかもしれないわね。一説には神武天皇の後藤姓の順路と共通点があるとして日向の国を出発して大船団を率いて、男軍、女軍に分けて、東に向けて移動して丘の港に着き両方ともに熊野に到着したなんて話があるんだ。徐福はそこに留まって、多くの史跡を残したというんだぜ。それってつまり神武天皇と徐福がイコールの存在だってこと？もしそうだとしたらかなりぶっ飛んだ話だとは思うけど何か他に共通点ってあるのかしら？そもそも神武と徐福はその通過した道順一帯から、弥生文化の遺物が出土したというんだ。また神武天皇も徐福も同じように大きな弓を使用していて、日本海国に出てくる神話と徐福の国の神話が同じだと指摘する研究者も多いんだぜ。そうなんだ。じゃあもしかしたら本当に神武と徐福は同一と考えてもおかしいことではないのかもしれないわね。いずれにせよ両者とも卓越した存在には変わりないし絶対に何かしらの鍵になるとは思うわ。そうだな。とはいえ徐福についての認知や考察が現在の日本にそこまで知られていないのもまた事実じゃない？その辺はなんとなく不自然な気がするのは私だけかしら？その辺について詳しいことは分かっていないものの、確かに霊夢の言う通り日本の学会においても徐福がそこまで重要視されていないのは確かだぜ。それが確証に足るものではないからなのか、認めることができない不都合な真実だからなのか、重要視されていない理由については未だに謎のままなんだ。またより一層謎が深まる存在ね。ここまで神武天皇の正体が徐福だった説を紹介したが、この説について大元をたどれば徐福が秦の始皇帝の統治する国から逃れたところがきっかけだったよな。まあそうね。でもそれ以上もそれ以下も今のところわかっていないと思うわ。そこなんだが、もしこの説が別の目的で発生したものだとしたら、もっと大きな謎を明かす手がかりが見えてくることになると思わないだろうか？それはどういうこと？
ここであえて謎めいた存在の日本はシュメール起源説について話をしようと思う。シュメール?シュメールって世界最古の文明と呼ばれるメソポタミア文明の礎にもなったとされていて、古代メソポタミア周辺に栄えたとされている文明よね。日本とは全然違う場所だと思うけど、それなのに日本がシュメールの起源かもしれないってどういうことなのよ。確かに日本と古代メソポタミアが栄えた場所はかなり距離があるものの、それにもかかわらず日本にはシュメール文明の影響が多く見られるんだぜ。そのため日本人の起源はシュメールにあるのではないかという説が出てきて、注目されているんだ。いやいや、正直そんなこと言われても全然意味がわからないわよ。具体的にどんな根拠があるのかについても聞かせてほしいわ。例えばスメラという言葉を知っているだろうか?これは古くは天皇を指した言葉なんだが、古代バビロニア語のスメルと同じでシュメールとも発音するんだぜ。またシュメール文明は超古代に地球外生命体が地球にもたらした文明だとも言われており、非常に高度な技術や知識を持っていたことは有名な話だと思う。確かその地球外生命体っていうのが惑星ニビルからやってきたアヌンナキっていう存在で、金を求めて地球にやってきたと思うわ。そのアヌンナキたちはめちゃくちゃ高度な知識や技術を持っていたことも知っているよ。そうだよな。そんな高度な知能を持ち、規模が大きなシュメール文明にも滅亡の時は来る。シュメール文明の衰退の原因はとある侵略があったからとされているんだが、その時に多くのシュメール人は流浪の旅に出たんだぜ。じゃあこの時シュメール人たちは世界全体に散らばったってこと?そうだ。後にシュメール人の一部は海洋民族となり、日本へたどり着いたなんて言われているんだぜ。これについてはちゃんと痕跡も確認されているし、陸路を通信した人たちがいたこともわかっている。また陸路を通信したシュメール人たちもいて、やがてチベットあたりで国を作った記録も残っているぜ。そんなことがあったなんて知らなかったわ。少しシュメールの話で脱線してしまったが、女服の話に戻そう。先ほど女服は秦の始皇帝から逃げ出すために中国から脱出したと言ったが、実は逆に女服は始皇帝に対して恐れるどころか、かなり親しんでいたなんて可能性も示唆されているんだ。え、さっきと言ってることが真逆じゃない。どうしてそんなことが考えられているわけ?なんでも秦の始皇帝も女服も慶文王という同じ祖先を持つ同族だったことが分かっていてだな。この慶文王に関してもルーツをたどっていくと凶族にたどり着くことが分かっているんだぜ。凶族?凶族は古代より中国西北部に住んでいる民族のことで、チベット語族のチベットビルマ語派に属するチャンゴを話すとされている。つまりチベットの人たちだったってわけだ。あ、さっきシュメール人が散らばった時、チベットあたりで国を作ったって言ってたわよね。もしかしてそれと何か関係があるとか?その通り、シュメール人がチベットの地に築いた国はユズキの国という名前だったことがわかっている。また5世紀頃に日本に中国から渡来し土着し、やがてハタシと名乗ることになる人たちがいるんだが、このハタシのハタという字は秦の始皇帝の秦と同じなんだぜ。さらに日本に渡来したハタシの祖はユズキの君と名乗っているんだ。これは偶然で片付けることはできないわね。絶対に何かしらの関係があると思うわ。さらに女服は法師として錬炭術を使っていたことがわかっているが、古代メソポタミアでは錬金術が発達していたこともわかっているんだ。でも錬炭術と錬金術は全然違うものじゃないの?実は古代中国において錬炭術は錬金術と同じ意味合いを持っていたと考えられているんだぜ。このことから女服は秦の始皇帝の要請で日本を訪れたのではないかとも言えるわけだな。なるほど。でももしそうだとして、秦の始皇帝はどうして女服を日本に送ったの?その目的はおそらく古代にシュメール文明が滅んで海洋民族となり日本を目指したシュメール人だろう。それらはさっき話したユズキの君と同じだったと考えていたと思うんだぜ。そういうことか。となると女服が神武天皇ってわけじゃなくて、女服は神武天皇へとつながる国づくりに協力するために渡来してきたのかもしれないわね。まあとはいえまだまだ日本には多くの謎が眠っているのも事実。残念ながら古代日本についてあまり記録が残っていないのが現状だからな。でも逆に言えば今後、女服伝説のような思わぬ伝説や伝承から新たな事実がわかるかもしれないわね。そう考えるとめちゃくちゃロマンがあると思うよ。今後の研究に期待して待っているわ。ということで今回は 99% の人が知らない女服伝説の真相について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った?正直この話を聞くまで女服伝説ってあまりよく知らなかったんだけど、なかなか面白い話だと思ったわ。現状は学術的には穴だらけなのかもしれないけど、今後新たな事実がわかることを期待しているよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。古代文明と呼ばれるものにはいくつかの時代にそぐわない高度な技術がある。
それらの高度な技術がいつから浸透しているのか、誰が人類に与えたのかは未だに分かっていないんだぜ。確かに古代文明の痕跡と思われるものには古代のものとは思えない高度な技術が使われてるわよね。普通であれば何者かが古代人にそのような技術や知能を与えたと考えると思うけど、そもそもこんな大昔の時代に、そんな高度な知能を持っていた存在なんているのかな？それは長い間研究者たちを悩ませてきたことでもあり、未だにはっきりしたことは不明だ。しかしその人類に高度な知能や技術を与えたものがどんな存在だったか、わかりつつあるというんだぜ。しかもその存在がとても信じがたいもので、さらに日本との関係もあるとされているんだ。ええ、その存在がいたことがわかるだけでもすごいのに、どんな存在だったのかがわかるかもしれないの？しかもそれが日本と関係があるかもしれないなんて、気にならずにはいられない話だわ。マリサ、その話についてもっと詳しく教えてほしい。よし、じゃあ今回は人類に知恵を与えた存在クババの正体について話していこう。それでは今日もゆっくりしていってね。古代には現代にも劣らないほどの高度な知恵や技術があるとされている。そんな彼らに知恵や技術を与えたのはクババと呼ばれる存在だったという説があるんだ。クババってなんだか可愛らしい名前ね。でも私今回、初めて聞いたんだけど、クババって一体どんな存在なの？クババは古代メソポタミア、キシュ第三王朝の伝説的な女王のことを指すんだが、一般的にはクバウという名前で知られている。シュメール王名表によれば彼女はキシュというシュメールの都市を治めていて、一説によると娼婦から王妃へと成り上がったというんだ。過去を含めて古代メソポタミアにおいて実権を握ったと伝えられる女性は、サムラマトやナキアという人物がいるんだが、この女王クバウは古代メソポタミアにて正式に王として認められていた唯一の女性だな。約100年間にわたって王朝に君臨し、騎手を支配していたと言われているぜ。娼婦から王妃になり上がって、しまいには唯一女性で王として認められたなんてすごい成り上がりだわ。同じ女性としてめちゃくちゃ尊敬しちゃう。ところでこの騎手っていう都市はどんな特徴があるのかはわかっているのかな？歴史上で騎手という名前が登場し、人々にその存在が知られるようになるのは紀元前3000年頃のことだった。騎手について詳しいことはあまりわかっていないが発掘されている建造物から騎手は、シュメール文明と同じように大変高度な文明を持っていたことがわかっている。さらに紀元前6000年頃から都市騎手に人が住み始めたこともわかっているぜ。そんなに大昔から都市が築かれていて、ちゃんと人が住んでいたなんて信じられないよ。そんな騎手だがクバウが治める前は大洪水が起こっていたとされ、その後、紀元前2500年頃にクバウの第三王朝が確立されたと言われている。とにかくこのクバウは当時の都市の人々から親しまれていたことは間違いないと思うわ。親しまれていたというよりも、もはや崇拝されていただろうけどな。クバウは伝説的な神的存在として君臨していたと思うぜ。伝説とか神とかって、まるで実在しなかったかのように言うわね。いや実はこのクバウだが、実在していたかすら曖昧なんだ。騎手だけでなく古代都市カルケメシという場所でもクババという名で都市神として祀られていたんだ。そこで描かれているクババの姿は菊の模様をした帽子をかぶっていて、右手に鏡を持ち、左手にはザクロを持った威厳ある姿をしていたというな。なんだか深い意味がありそうな格好をしているけど、この帽子とか鏡とかザクロとかには何か意味があるのかしら？この帽子については少し重要な話になるので後で詳しく話をさせてもらう。クババが右手に持つ鏡には運命、そして左手に持つザクロには豊穣の意味があるとされている。運命とか豊穣とか、いかにも信仰心が見られる発想って感じね。ちなみに聖書にアダムとイブの物語があるのは知っているよな？この話ではイブが蛇にそそのかされて禁断の果実を食べてしまうというシーンがあるんだが、その禁断の果実がリンゴだったのではないかと言われている。確かにリンゴって聞いたことあるけど、リンゴかどうかわからないの？これはあくまで禁断の果実であり、リンゴと明言されているわけではない。じゃあどうしてこの禁断の果実がリンゴだって言われているのよ？それはリンゴを切ると断面がごぼう星に見えるということから、一般的にリンゴが知恵の意味を示しているとされているんだぜ。知恵とごぼう星に何の関係があるの？ごぼう星が知恵につながるとされているのは、ごぼう星の形が人間の手足を広げた姿に似ているからだとも言われているんだ。またごぼう星とはシュメール文明で輝くものという意味があり、王を表す際にも使われたりする。さらにごぼう星はシリウス星を意味する場合にも用いられるなんて指摘もあるんだぜ。このごぼう星について詳しいことはわからないけど、なんだかとても重要な意味を持っていそうだわ。そしてシュメール神話には豊穣を司る神の存在が登場しているんだが、このシュメール神話ではイナンナという名前で表されている。実はこのイナンナこそが、クババを元にして作られた神だという声もあるんだぜ。突然出てきたわね、イナンナって。このイナンナについても初めて聞いたんだけど、一体どんな存在なのかしら？
イナンナはシュメール神話における金星、アイアビ、戦い、豊穣の女神のことで、天の女主人という意味も持っているんだ。別名をイシュタルといい、生命を誕生させる女神として紀元前4000年頃のウルク文化期から、ウルクの守護神として崇拝されていたことが知られているな。ちなみに人間や動物の交尾や神縁には関わっているもののイナンナは母なる神ではなく、出産にも関わっていることがわかっている。これって実はかなり稀なことなんだぜ。そうなんだ。じゃあイナンナって存在は当時の人からしたらかなり偉大だったんでしょうね。ああ、これまで話した通りクババもかなり偉大な存在だったよな。このクババの偉大さからイナンナという神が生まれて、死後も人々の信仰の対象としてあり続けたと考えることもできると思うんだ。なるほどねー。それでそのクババっていうのは結局何者なのよ？先ほどクババはクバウのことを指していると話をした。しかし何度も言うようにクババないし、クバウがどこから現れたのか、何者なのかについて詳しいことは一切と言っていいほどわかっていないんだ。それが謎なのよね。何か考えられている説とかはないのかしら？なかなか驚くような話ではあるんだが、一説によるとクバウすなわちクババは、立方体の船のようなものに乗って地球へやってきた宇宙人だったのではないかと考えられているんだ。宇宙人？何それ、一体どういうことよ？このことについては聖書のヨハネの黙示録21章に記されていて、新しいエルサレムが天から降ってきたがその形は四辺が同じ高さの四角い立方体だったと記述しているんだ。じゃあクババはこの立方体の何かに乗って地球にやってきたってこと？そういうことだな。そしてこの立方体の形をした母船こそが、なんとノアの箱舟の元だと言われているんだぜ。ノアの箱舟？あ、そういえばさっきクバウが機種を収める前に大洪水があったとか言ってたわよね。もしかして何か関係あるのかな？でも私、なんとなくノアの箱舟と聞くと木製の大きな船をイメージしていたんだけど、まさかの立方体だったなんてことある？それについては話が受け継がれている途中で、変わってしまった可能性だって十分に考えられるからなんとも言えないな。まあ確かに。でもいくら聖書とはいえこの記述だけ大鵜呑みにしてしまうのは良くないんじゃない？実はこのクババと立方体についての話は他にも記録が残されているんだ。その記録が残されているのはギルガメッシュ叙事詩だぜ。ギルガメッシュ叙事詩にはどんなことが書かれているのかな？やはりこちらにも立方体についての記述があり、洪水伝説の中で洪水を逃れるために乗り込んだ船の形が立方形だったとされているんだ。こっちにもノアの箱舟伝説を思わせるような記述があるんだ。それにしてもなんだか立方体をめちゃくちゃ強調して聞こえるんだけど、この立方体っていうのは何かポイントになるのかな？基本的に立方体は自然界では存在しない形なんだ。そのためクババが地球へ降り立った時に、その立方体を見た古代人が四辺を揃える計算方法をここから学んだのではないかと考えられている。確かによくよく考えてみれば当たり前かもだけど、自然の中で立方体は存在しないわね。今でこそ数学の授業とか普段の生活で立方体の存在は当たり前だけど、当時は当たり前の形なんかではなかったと思うわ。そうだよな。このことから立方体とはもともと地球上になかった概念であるとも考えられるわけだ。クババが立方体の乗り物に乗って自然界では存在しない立方体という形を見せ、幾何学や計算という概念を与えた。ちなみにそれがきっかけでピラミッドを代表とする立方体を使った遺跡も建造されたと言われているな。マジか。それが本当だったらとんでもない発見よ。このような背景を持つことから立方体は世界各地でも敬われていて、例えばイスラムの聖地メッカのマスジドハラームのカーバ神殿は立方体の形をしている。カーバ神殿？カーバ神殿はサウジアラビアのメッカにあるイスラーム教のモスク、マスジドハラームの中心部にある立方体の建造物のことだ。その一隅に聖なる国石がはめ込まれている、イスラームにおける最高の聖地とみなされているんだぜ。そもそもカーバはアラビア語で立方体を意味していて、このカーバ神殿の箱の周りに集まった信者たちは今でもイスラム式の礼拝を捧げているんだ。そんなものがあるんだね。そしてこの立方体、実際に展開してみるとわかるが展開すると十字になる。そのため聖書や古典神話においてもその原点とも言われているな。確かに十字になるわね。そう考えると立方体と宗教の関係はかなり深そうだわ。さらに興味深いことにクババという名前は立方体の英語である。キューブの語源となったとも言われている。そしてクババの異名もまた宿屋という名前が付けられているんだ。宿屋っていうのはどういうこと？宿屋は立方形の宇宙船を指すとも言われていて、クババが乗ってきたのではないかと結びつける考えもあるとされている。ちなみに英語の語源とクババの関わりはキューブだけではなく、物事の舵取りをして自らが進む道を決めるという意味のキベルネテスという言葉もあるんだ。かなり飛躍して聞こえるけど、そういう意味も持っているのね。
実はこの語源が古代ギリシア神話に登場する。知恵の保護者として信仰されていた大事母神キュベレイとも関係性が考えられていて、このキュベレイがクババと同一人物だったのではないかなんて指摘もあるんだぜ。キュベレイとクババが同一人物？でもクババはシュメール文明の時代に出てくるけど、キュベレイはギリシア神話に出てくるんでしょ？時代的に違うんじゃない？確かにギリシア神話の方がシュメール文明より後の紀元前15世紀頃から口頭で伝わったとされている。そのため霊夢の言う通りクババの存在とキュベレイの存在は同じ時代とは言えないだろう。そうよね。それなのにこの両者には何か関係があるとされているの？一説にはクババの存在を知った人々がキュベレイという名前で、ギリシア神話を伝えていったと考えられているんだ。さらに先ほど話したキベルネテスという言葉は、人工頭脳学を指すサイバネティクスの語源にもなっているんだぜ。突然人工頭脳学なんて難しい言葉を言われても、少し余談ではあるがここ数年、我々の生活には AI が浸透しつつあるだろ？ AI？ まあ確かにスマホも AI 機能を兼ね備えているものがほとんどだし、一度くらいはみんな AI に触れたことがあるんじゃないかしら。でも急に AI の話題なんてどうしたのよ？実は2020年に驚きの発表があってだな。EV で有名なアメリカのテスラ社や宇宙ロケット開発で有名なイーロン・マスクが、脳とコンピュータをつなげてデータを送信する仕組みの開発を目指すと発表したんだぜ。脳とコンピュータをつなぐって、一体どんな構造なのよ？何でも脳に直接埋め込む機械だというな。このように近未来には人間とアンドロイドを合体させる、トランスヒューマニズムという考え方も世の中に浸透してきたわけだ。まあそうね。まるで映画の中の世界が現実になっている感じがするもの。実はこの AI という言葉が使われる前は、人工頭脳学やサイバネティクスという言葉が一般的だったんだ。サイバネティクスは1948年のオーバート・イーナーという数学者が提唱しているんだが、この語源になっているのがキュベレイなんだよな。あ、さっき少し触れていた話だよね。確かにここまでの話を聞いていると、これらのつながりがただの偶然だとは思えないわ。もしこれが偶然なんだとしたらさすがにできすぎてて怖いもの。そうなんだよな。このように起きていることすべてに意味があるとするなら、この場合に元をたどるとすべてがクババに繋がるという状況が出来上がるわけだ。そのことはクババが知恵の神として古代の人々に、知恵を分け与えていたという事実を指し示すとも言えると思うんだぜ。クババと立方体の関係、めちゃくちゃ気になるわね。でも仮にクババが宇宙から来た生命体だとして、人類に知恵や技術を享受したとするとして、それって人類にとってはかなり大きなメリットだけど、宇宙人たちからしたら何の得もなくない？一体何のために人類にこんな高度な知能や技術を分け与える必要があったのよ？実はそれについてもいろいろな説が唱えられているんだ。次はそのあたりの話をしていこう。まず考えられるのは地球外の何者かが人類に知恵を与え、どういう行動を取るのかシミュレーションをさせたかったという説だ。それはつまり人類の行動を観察しているってこと？でもどうしてそんな説が出てきたわけ？仮に宇宙人が高度な知能や技術を持っていたとすれば、すでに古代人が暮らしていた地球を征服していてもおかしくないと思わないだろうか？まあ確かにそうね。きっと征服くらい本気出せばちょろいもんだと思うわ。でも征服することはせず、その上自らの財産である知能や技術を人類に分け与えているわけだ。この動きは普通に考えたら不自然だと思うんだよな。そうねー。私たち人類からしたらありがたいことだけど、確かに今のところ宇宙人側のメリットを感じないわ。人類にとってあまりにも一方的で、人間側にとって都合が良すぎる話だもの。そうだよな。ということで人間に知恵を与えることによって宇宙人側に何らかのメリットがあれば、その不自然さもある程度解消されると思うんだ。そこで考えられたのがこの説だぜ。なるほど。彼らは人類に自分たちの高度な知能や技術を分け与えて人類の文明を発展させたってことなのね。ああ、となった際に宇宙人が人間に知恵を与えた理由が大きく分けて二つ考えられる。そのうちの一つ目は人間を宇宙人の労働力の代わりにするため知恵を与えて作用をさせたという説だぜ。労働力？宇宙人たちは人類に何か仕事をさせようとしたの？そもそも宇宙人が人類に知能を分け与えたという説が正しいとすれば、当然宇宙人と人類が出会う前は人類に文明などなく動物のように生きていたはずだよな。宇宙人たちが地球を訪れた際にそのような人類を見て、彼らに知恵を与えれば労働作業の効率化を図れると考えてもおかしくないと思うんだ。言いたいことはわかるけど、じゃあもしそうだとして一体人類にどんな労働をさせようとしているわけ？これはあくまで仮説の話だが地球の一部の土地でしか作れないようなエネルギーがあったとして、それを宇宙人が欲しがっていたら、知恵を分け与えた人類にその生産を任せていた可能性は高いと思う。ああそういうことね。最初は一方的に知恵を授けるような関係だったのかもしれないけど、
人類に知恵を与えたことで宇宙人たちもちゃんとメリットを享受していたってことなのか。そして人類と宇宙人は少しずつ関係を構築していった可能性はありそうだわ。これについては古代人が宇宙人を敬うという信仰が元となって、宗教という観念が誕生したと考えることもできそうな気がするわね。そうだな。だがその一方で古代の人類たちの変化は宇宙人が予想する以上に発展していったとも考えられる。それはどういうこと？例えばエネルギーを効率よく生産させるために人類に対して知識を与えたと言っただろ？その分け与えたものがごく一部のものだったとしても、それを受けた人類たちはそこからさらに飛躍し成長していった可能性は否めないと思うんだ。それは宇宙人の想像をはるかに超えるほどの成長っぷりな可能性もあると思うんだぜ。それで宇宙人は人類に対して手に負えなくなってしまったってことか。宇宙人が要求する通り、人類は彼らにエネルギーを献上していたものの、あくまで古代人は奴隷にならないように宇宙人と関係を構築していった可能性は十分にあると思うわ。だよな。そして宇宙人としても人類が自分たちの想像していたような成長を見せなかったとしても、変に揉めたりするよりはある程度のことはしぶしぶ認めて人類と共存してきたとも言えると思うんだ。かつて人類は現在も残っている奇妙な神殿や神という存在に宇宙人を置いて信仰の対象としていたわけだが、もしかしたらそれは宇宙人が人類に対してそうするよう要求していたかもしれないんだぜ。まあ宇宙人たちも自分たちの立場は守らないといけないし、そのような関係性があったとしてもおかしくないと思うわ。もしくは古代の人類たちが宇宙人との関係を良好にするために、あくまで宇宙人に従ってますよっていう、パフォーマンスに過ぎなかったとも考えられるけどな。そこまで古代の人類たちは賢かったのかしら、と言いたいところだけど、これだけの高度な知能を受けているならそのくらいは対応できたかもね。そしてもう一つ考えられることがあってだな。それは宇宙人が人間をシミュレーションしているということだ。シミュレーションっていうのはどういうこと？簡単に言えば人類は宇宙人が知恵を与えた後に、どのような行動をするのか実験されているモルモットのようなものってことだ。その人類の動きを宇宙人たちはずっと監視しているという説だぜ。何よそれ。どうしてそんなことが言えるのか、何か根拠とかあるわけ？これまでの人類の歴史では残念ではあるが何度も戦争や争いを繰り返したり、国同士の衝突というものが見られるだろ？宇宙人はそうした人類の行動を全て観察していて、人類が何をするとどんな行動を見せるのかについて研究をしていたと考えられているんだ。なるほど。さらに驚くべきことに古代人がクババ、つまり宇宙人に遭遇した段階で、古代人はシミュレーションをさせられるために箱のようなものに閉じ込められたという説もあるんだ。あ、もしかしてそれこそがクババが立方体の語源となった経緯？その通り、古代人が現代の我々に至るまで立方体を崇める行為は、古代宇宙人からの解放を願うものを意味しているのではないかとも考えられるんだよな。じゃあもしかしたら今私たちが暮らしている世界も宇宙人が作ったシミュレーションの箱庭で、クババのような宇宙人たちが私たち人類を監視しているかもしれないってことなのか。そういうことだぜ。そしてもしこの説が本当だとすれば、世界中で起きている争いごとについても、もしかすると平和な状態の停滞を嫌った宇宙人によって起きているとも考えられるんだ。そんな話、恐ろしすぎて現実に起きてほしくないと思っちゃうけど、まあでも今までの話を聞いてたらその説も大いにあり得る気がしたよ。そんなクババ、実は日本とも関係があったんじゃないかと言われているんだ。え、日本とクババにどんな関係があるっていうのよ？さっきクババは菊の模様が入った帽子をかぶっていたって話をしただろ？この菊について古代シュメール時代の王族の紋章であり、現在では日本の国章、さらに天皇家の紋章として使われていることがわかっているんだ。あ、そういえば確かに天皇家の紋章って菊花紋と言われるやつだよね。どことなく似ている気がしてきたし、これはとても偶然とは思えないわね。このことから日本書紀に登場する神であるくくり姫の御事という存在が、シュメール文明のクババだったのではないかとされているんだ。くくり姫の御事って初めて聞いたんだけど、どんな神様なのかしら？くくり姫の御事はイザナギとイザナミが黄泉の別れに臨もうとした際にその仲裁を果たした役割から、男女の仲を取り持つ縁結びの神や事業の商談成立の神と言われている。このくくり姫の御事の信仰を日本に紹介したのが崇神天皇だったとも言われているんだぜ。崇神天皇は日本の第10代天皇だよね。この崇神天皇は一説では日本神話のスサノオだったのではないかと言われていて、スサノオという言葉を読み解くとスが中心、サがシュメール、ノオが王となるんだ。なるほど。じゃあそれってつまり、スサノオだった崇神天皇は、古代シュメールの血を引く天皇だったかもしれないってことなのね。その通りだぜ。そのことから崇神天皇が自らのルーツであるシュメール王朝のクババを、くくり姫の御事として持ち込んだのではないかとも言われているんだ。
さらに日本との関連を匂わせるものとしてクババのレリーフには、下向きの V 字のマークがいくつも刻まれていてだな。その数は32個あるんだが、これは日本神話においてイザナギとイザナミが国生みをした時の数と一致するんだ。菊の模様もめちゃくちゃそっくりだし、レリーフに残る V 字の数も一緒なんて、そんなのとても偶然で片付けられるものじゃないと思うよ。ここまでの話を聞いたら日本がシュメール文明と関わりがあったのも納得できる話だわ。また京都には毘沙門天が祀られた鞍馬寺があるんだが、毘沙門天はもともとクベイラというヒンドゥー教の神が変化したものとされているんだ。クベイラって初めて聞いたんだけど、これは一体どういう神様なのかしら？インド神話における北方の守護神、また財宝の神とも言われている。実はこのクベイラという名前はクババから変化したものとも言われているんだぜ。クベイラとクババ、ちょっと無理やり感はあるけど何か共通点があると言われたらなんとなくそんな気もしてきたわ。さらに毘沙門天には徳川家康が戦勝祈願のために訪れた地であることから、クババの謎を解くことで徳川家康の埋蔵金を指し示す手がかりがわかるとも言われているな。そうなのね。最初にクババは伝説的な古代シュメールの女王だったって話をしていたけど、日本でもかなり大きな影響力があった気がするわね。それにしても仮に本当にさっき言ってた通りこの世界がシミュレーションされたものだとしたら、私たちの過去も未来も全てクババや宇宙人の手の中にあるのかもしれないってことよね。そう考えるととても恐ろしいことだと思うよ。まあでもここまで話したことについてはやはり未だに分かっていないことの方が多いわけだ。今後研究が進むことによって新たなことが分かる可能性もあるから、現段階ではあくまで仮説として聞いてくれると嬉しいんだぜ。研究者たちの奮闘を祈っているわ。ということで今回は人類に知恵を与えた存在クババの正体について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？クババという存在を初めて知ったけど、なかなか興味深い存在だったわ。でもこれまでの話が本当だとすれば人類は宇宙人に管理されているとも言えるわけだし、そう考えると少し恐ろしい話だなって思ったよ。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。世の中には奇妙な事件がたくさん転がっているが、特に奇妙なのはやはり消失事件だろう。実際に船や飛行機、そこに乗っていた人たちが突如どこかに消えてしまう事件が起きているんだぜ。何それ、そんなことあり得るの？よく漫画とかアニメの世界ではそういう話聞いたりするけど、残念ながらそのようなことが起きているのも事実でだな。とある飛行機の消失事件は今でもかなり有名だが、その真相は未だに明らかになっておらず、様々な方面でいろんな説が出ているんだぜ。そんなこと言われたら気になるに決まってるじゃない。そのとある事件っていうのが何なのか、私にもっと詳しく教えてほしいわ。よし、じゃあ今回は35年後にタイムトラベルしたサンチアゴ航空513便事件の真相について話していこう。それでは今日もゆっくりしていってね。ではまずサンチアゴ航空513便事件とはどんな事件かについて話をしていこう。これは現在もはや都市伝説化している話ではあるんだが、いわば突然飛行機が消失する事件だぜ。もうこの時点でなかなか意味不明なんだけど、一体何があったのかしら？1989年10月12日にブラジルのポルトアレグレ空港の管制室のレーダーに異変が起き、突然、正体不明の機体がポルトアレグレ空港に向かってきたんだぜ。正体不明の機体がやってくることなんて普通じゃありえないわよね。交信とかしなかったのかな？管制官はその不審な旅客機に交信しようと試みたものの、その機体からは一切応答がなかったんだ。その後間もなくして不審な旅客機は交信がないまま勝手に滑走路へ向かい着陸してたというな。ちょっと、勝手に着陸なんかしちゃって大丈夫なの？そりゃ空港内は慌てふためいただろう。空港ではすぐさまこの旅客機の調査が始まったんだぜ。まあそりゃそうよね、こんなことめったにないだろうし。それでこの飛行機は一体何だったの？作業員たちが薄暗い機内に一歩一歩足を進めていくと、そこには衝撃的な光景が広がっていたんだ。なんと、機内にいたのは全て白骨体だったんだぜ。初っ端から驚かされてばかりだけど、さすがに白骨体は奇妙すぎる。それって乗っていた人みんな白骨体になっていたの？ああ、この飛行機には乗客92名が乗っていたんだが、その全員が完全に白骨化した遺体となって客席に座っていたんだぜ。また操縦桿を握っていたと思われるパイロットまでが骸骨になっていたんだ。そんな、じゃあこの飛行機は骸骨が操縦してきたってこと？一体どういうことなのよ。この後フライトレコーダーを調べたりしたんだが、なんとそこでもさらに衝撃的な事実が判明する。実はこの旅客機、35年前の1954年の9月4日の朝に、西ドイツのアーヘン空港を飛び立ったというサンチアゴ航空513便だったというんだぜ。35年前、どうして今ここにいるわけ？
なんでもその35年前、このサンティアゴ航空513便は、ブラジルのポルトアレグレ空港へ向かう途中の大西洋上で突如姿を消してしまったとされているんだ。え、姿を消すってそれは事故か何かで？確かに当時航空当局はこれを事故であるとして処理したものの、実際のところどうだったのかは謎のままだ。なんせこの行方不明となったサンティアゴ航空513便は今ここにいるんだからな。全然意味がわからないわ。つまりサンティアゴ航空513便は35年の時を経て1989年に目的地のポルトアレグレに現れたのよね。そんなおかしなこと、本当にあり得るのかしら。超常現象研究家のセルスー・アテロ博士という人によればサンティアゴ航空513便は、ほぼ確実にタイムワープして消えたのだろう。他に説明できないと言っている。いやまあそうなんだけど、そのタイムワープ自体現実的にあり得るのかって話よね。普通に考えたらそんなことできないはずだけど。実はこのようなことと非常によく似た事件は世界の別の地でも起きていてだな。有名どころだと同じく1989年に旧ソ連でも起きているんだぜ。旧ソ連でも似たようなことが、その話もぜひ詳しく聞かせてほしいわ。1989年6月5日の朝、第二次世界大戦当時のドイツ軍戦闘機、BF109G 機が、旧ソ連のミンスク空港に突然現れたというんだ。サンティアゴ航空513便と同じく突然その空港に着陸し、調査をしたところやはりコックピットにはパイロットの白骨体が操縦桿を握っていたというな。こっちにも骸骨が。その後に行われた調査ではこのパイロットは大戦当時の1942年、旧ソ連上空で行方不明になったと言われている人だったんだ。彼の名はクラウス・ジーガード大尉ということまでわかっているぜ。どんな人かまでちゃんと特定できているなら、何かの勘違いってことはなさそうよね。大戦当時、彼はどうして行方不明になってしまったのかな？なんでも1942年12月5日に彼はソビエトの上空での任務からの帰還に失敗し、その後消息が途絶えたと考えられている。これについて西ドイツの物理学者であるベルナー・カルト氏という人は、ジーガード大尉はタイムトラベルをしてしまった可能性が高いと言うんだぜ。やっぱりこっちもタイムトラベルとかタイムワークとかそういう話になるのか。そんなの現実的じゃないと言いたいところだけど、こんな奇妙なことが起きているなら、そう思うしか他に考えられることはないわよね。このように世界ではある日突然消息を絶ってから、数十年後に白骨体となって突然現れるという事件がいくつか起きているんだ。いわば逆バミューダ現象とも言うべき、怪現象がたびたび報告されているんだぜ。なんとも恐ろしい話だわ。でも正直、私今回の話を聞くまでこの事件について全然知らなかったんだけど、これだけ大きな事件ならもっと有名になってもおかしくない気がするのは私だけ？それとも単に私が世間知らずなだけかしら？おそらくこの事件について知らない人は多いだろう。知っていてもオカルト分野が好きな界隈とか、そういうことは多いと思うぜ。あ、やっぱりそうよね。こんな前代未聞の大事故と言ってもいいほどのことが起きているのに、この事件のことを知らない人が多いっていうのは、それはそれで奇妙なことな気がするわ。どうしてこんなにも事件について知らない人が多いのかしら？その理由を考える上でこの事件には様々な不可解な点があることが挙げられる。まず第一にこれだけ奇妙な事件にもかかわらず、この事件について報道したメディアは世界中でたったの一つしかなかったんだぜ。逆にその一つのメディアが気になるわね。どこのメディアが報じたものだったの？それはアメリカのウィークリーワールドニュースというメディアだな。ちなみにこの二つの怪事件については日本でもテレビで取り上げられているんだ。それは2001年9月1日に放送された USO Japan という番組なんだが、そこでは原因不明の落バミューダ現象として紹介されているぜ。じゃあ日本でも知っている人は知ってるって感じなのね。ただしこの番組ではサンティアゴ航空513便という具体名は紹介されず、ブラジルの某航空会社の旅客機というように具体名を伏せて扱われていたんだ。だから霊夢のように具体的なことはわからないって人の方が多いだろうな。そうなのか。それでそのウィークリーワールドニュースが取り上げたって言ってたけど、その時はこの事件についてやっぱり盛り上がったりしたんでしょ？いや、残念ながらこの一社だけの大スクープで、他のメディアはどこもこの事件に関しては取り上げていなかったんだぜ。え、なんでよ。これだけインパクトあるニュースなのに。それはこのウィークリーワールドニュースが信憑性があまり高くないような記事を扱う、いわゆるタブロイド紙だったからだと考えられる。まともに信じている人も中にはいたものの、多くの人は信じてはいなかったんだ。え、じゃあこの事件はウィークリーワールドニュースがでっち上げたデマってこと？そうとははっきり言えないが、いずれにしても信憑性はそこまで高くないと思うんだぜ。またこの事件の信憑性が低いと言われている理由がもう一つあってだな。幸い世界で起きた航空機事故は航空安全ネットワークというところでデータベース化されているんだが、そこでサンティアゴ航空513便について調査をすると不可解な点が浮かび上がるんだ。何よそれは？
データベースでサンティアゴ航空513便が行方不明になった1954年の9月4日を調べてみたところ、なんとそこには該当する記録が何もないんだぜ。え、一応ポルトアレグレ空港に現れた1989年10月12日の記録も調べてみたものの結果は同じだったんだ。さらに調査の過程でサンティアゴ航空513便からフライトレコーダーを回収したという点も奇妙でだな。確かにそのフライトレコーダーを解析した結果、機体は1954年に消息を絶ったものであると分かったと言われているんだ。しかしフライトレコーダーが航空機に搭載され始めたのは1964年頃だとされているんだぜ。じゃあ1964年より前の1954年の機体にレコーダーがついているなんてありえない話じゃない。そこからフライトレコーダーが回収されるということはまずないはずよ。そうなんだよな。さらにさらに、この事件の重要な鍵となるサンティアゴ航空という航空会社についてだが、こちらも調べてみたものの、そのような航空会社はどこにも見つからなかったんだぜ。でも冷静に考えて本当にこれだけの事件が起きたなら、当然各メディアで報道されているはずよね。それなのに事件のデータは愚かそもそも該当する航空会社が見つかっていないなんておかしな話だわ。そうなんだよな。つまりこのサンティアゴ航空513便事件は、ウィークリーワールドニュースというタブロイド紙が、ネタ記事として作ったデマだったと考えられているんだ。当時のネタ記事が国をまたいでタブロイド紙が発端だという事実が隠されて伝わり、もしかして本当にあったことなのではないかと結論付けられたんだぜ。なんだ？なんかしっくりこないオチだったわね。まあでもオカルト好きの心をくすぐったのは間違いないと思うわ。ちなみにさっきちらっと話したドイツ軍戦闘機の話も同じだ。1942年の記録は残っていないが、1989年6月5日には該当する記録がないんだぜ。そもそも当時戦闘機に乗っていた人の名前や物理学者のベルナー・カルトなる人物名も、該当する記録が見つかっていないんだ。じゃあこの人たちも架空の人物だったってこと？おそらくな。もしかしたらこの事件を報じたメディアも例に漏れずウィークリーワールドニュースだったとか？実際その通りなんだ。どちらも記事では丁寧に写真までつけて事件当時の様子や、専門家や当局の話として具体的なコメントまで載せていることがわかっているぜ。ちなみにこのウィークリーワールドニュースは他にも逆バミューダ現象の記事を扱っていて、その中の一つに1992年5月26日の記事があるんだが、これもなかなか面白いんだ。なになに、どんな記事だったの？なんでも1992年に乗員乗客36人が白骨化した旅客機がコロンビアのボゴタの空港へ着陸し、管制官が調査のためドアを開けて中に入って調査をしたという。そこにはまだ湯気が立つコーヒーとタバコ、さらに1939年4月16日付の新聞があったんだぜ。この旅客機がどうかしたの？実はこの旅客機はリオデジャネイロからキューバの首都ハバナへ向かう DC-3348 便というもので、1939年に忽然と消息を絶っていたとされていたんだ。おお、まるでさっきのサンティアゴ航空513便事件とそっくりな感じだわ。ところが面白いことにこの話は1994年にも着陸の年を2年遅らせただけで、あとは全く同じ話として再度登場しているんだぜ。どういうこと？つまりネタの使い回しってわけだな。そんなことしていいの？いくらタブロイド紙だからってそれはメディアがやることじゃない気がするのは私だけ。いや、誰もがそう思うだろうな。さすがに2年前のネタ記事のことは誰も覚えていないとでも思ったのかな。記事の内容までタイムワークさせるとはさすがだわ。まあここまで散々タブロイド紙によるネタ記事だと話してきたが、実はこのような現象は全部が全部、嘘だとは言えないとも考えられているんだ。どういうこと？まさか本当に行方不明になったりすることがあるとか。その通り、今回紹介したサンティアゴ航空513便のように、飛行機や船舶が忽然と姿を消してしまう事故が多発する場所があるんだぜ。例えばバミューダトライアングルだ。バミューダトライアングルはかなり有名な場所だよね。フロリダ半島の先端と大西洋に存在するプエルトリコ、そしてバミューダ諸島の3箇所を結んだ三角形で形成されている海域のことを指すと思うわ。ああ、バミューダトライアングルの名称からもわかるように、バミューダ諸島を中心としたトライアングルで形成されている海域だからこのような名がついたんだぜ。そんなバミューダトライアングルでは、昔からたくさんの事件が頻発して発生している海域として名を馳せているんだぜ。都市伝説としてはかなり有名な場所だと思うけど、実際の事故とかも起きているのかな？実際に船及び飛行機がバミューダトライアングルを通過している際に行方不明となったり、船に乗船していた乗組員たちのみ蒸発してしまうなんてことが起きている。現在においても原因究明できていない怪事件が非常に多く発生しているとされているんだ。これまた奇妙なことが起きているわね。それらの事件については原因とかってわかっているのかな？現在においても原因は解明されておらず、事件の真相については科学的知見からも不明なんだ。
このように理論的に説明がつかない数々の事件が多発していることから、バミューダトライアングルは謎に包まれた海域であると言われているんだぜ。これが本当なら恐ろしい場所だわ。何か具体的な有名な事故とかってあるのかしら？バミューダトライアングルが世間に広く知れ渡るようになった事故として、第二次世界大戦末期に起こったフライト19消失事件が有名だと思う。1945年12月5日の14時にフロリダにあるアメリカ海軍のフォートローダーデール基地を、5機の飛行機が3日の訓練飛行のために飛び立ったんだ。天気は快晴、風も海も穏やかで、絶好の飛行日和だったんだが、フォートローダーデール基地の管制塔に異変を知らせる無線が届いたんだぜ。一体何が起きたのよ。その無線ではどんな話がされていたの？何でもコースを外れ、陸地が見えないとのことだった。管制塔はとにかく真西を目指せと指示を出すものの、どっちが西なのかさっぱりわからないと言うんだぜ。でもこの日は快晴でフライト日和だったんじゃないの？それなのに西がわからないなんてこと、あるのかしら。その後も無線は繋がっていて話は続いていたんだが、やはり会話の内容がどうもおかしい。やがて16時頃になるとついに最後のメッセージが届くんだ。なんて来たのよ。我々のいる場所はどうやら、白い水に突入。この謎めいたメッセージを残して無線は途絶えてしまい、この変態たちは行方不明になってしまったんだぜ。何それ、一種のホラーじゃない。ところが奇妙なのはこれだけではなかった。その後フォートローダーデール基地からの救助依頼を受け、バミューダ海域へ救助へ向かったマーチンマリナー飛行艇がいた。しかし彼らも海域に到着するや否や、同じく忽然と姿を消してしまったんだぜ。なんて奇妙な話なのかしら。恐ろしいことこの上ないわ。またバミューダトライアングルでは航空機だけでなく、船舶の事件及び事故についても多く報告されている。特にそれらの事件、事故が多発したのが1920から1966年頃までであったとされ、その数なんと50隻以上もの船舶が消息を絶っているんだぜ。怖すぎでしょ。ここで紹介した他にもこれと似たような事件が多数起きているんだが、どれも条件が酷似していたと言われている。事故が起こった日はフライトには問題のない天候で、途中までは問題なくフライトできていたものの、突然視界の悪い濃霧に囲まれてしまう。その中では各種計器が正しく作動せず、自らの現在位置がわからなくなってしまった、という感じだぜ。たとえようやく雲霧から脱出できたとしても、通常では考えられない距離を短時間で移動するなんてことが起きているんでしょ？その濃霧から脱出できなければ謎の消失事故になってしまうってわけか。確かにどことなくサンティアゴ航空513便事件と繋がるような部分がある気がするわね。このような不可思議な現象はオカルトと思われがちだが、一括りにそう言ってしまうのは少しもったいない。実はこういう現象でもある程度は科学的に証明されつつあるというんだぜ。どういうこと？これらの出来事をどうやって科学的に証明するっていうのよ？まずこれにはバミューダ海域にも存在しているメタンハイドレートという資源が大きく関わっている。メタンハイドレートってガスハイドレートの一種で、カゴ状の水分子の内部にメタン分子が入っている化石燃料のことよね。海底深くとか永久凍土地帯でよく見られるっていうけど、それが一体何の関係があるっていうのよ。北欧地方にあるノルウェー沖に位置するバレンツ海において、ノルウェー北極大学に属する研究チームによって研究が進められている。その結果、天然ガスを起因とする爆発によって発生したとされるいくつもの巨大なクレーターが発見されたぜ。それを見てバミューダトライアングルでも同様の説明で、数々の事件及び事故を解明できるのではないかとの見解を公式発表しているんだ。そんなことあるの？実はこのメタンハイドレートが大陸棚付近で地滑りがあった際に剥き出しになり、海水に触れることで化学反応を起こすと言われているんだ。そうなれば当然、メタンガスを発生させ一気に海面へと向かうわけだな。その時運悪く上を運航していた船舶がいたとして、このメタンガスに包まれるとあっという間に海底に沈んでしまうというんだ。これが船舶の謎の消失事故の原因だとされているぜ。マジか、そんなことが起きるなんて。実はバミューダ海域はメタンハイドレート及び暖流が揃っていることから、メタンガスが吹き出しやすい環境と言われているんだ。しかも一瞬で海底まで沈んでしまうから、残留物などを一切残すことはないし、海面を突破してさらに上へと放出されたメタンガスが飛行機にも影響を与えてもおかしくはないだろう。なるほど。またメタンガスは軽いからそのまま真上に巨大な柱を作って、そこを飛行機が通過するとエンジンに引火して爆発してしまうと考えられているんだぜ。でもそれって飛行機がこっぱみじんに吹き飛んだとしても残骸が残ってしまうんじゃない？そしたら消失事故というには難しい気はするけど。確かにそこは引っかかるところではあるな。またメタンガスは他にも影響を及ぼしていて、気泡となり、海面にたどり着いたメタンガスはマイナスイオン電子の霧を発生させるんだ。その結果、磁気が働いて近くを通る船舶や飛行機の景気が狂ってしまうということが起きる。
そしてマイナスイオンの霧が発生すればさらなる化学反応の連鎖を生み出すんだぜ。そこで起きる化学反応っていうのは、大量のマイナスイオンが電磁気交差現象を起こし、その結果発生するのがプラズマだ。このプラズマがメタンガスの上昇気流に乗って上空へ向かい、一時的なプラズマのトンネルができる。なんとこのプラズマトンネルに引きずり込まれてしまうと、未知の異空間へと迷い込んでしまうというんだぜ。マジか。これが船舶や飛行機の消失事故の真相。まあこの異空間が本当に存在しているのかはまだ解明されていないけどな。でもこの話が現実であり得るとすれば、トンネルから抜け出せないと異空間をさまよい続け消失事故となり、無事抜け出せればなぜかワープした状態で本当の世界へと帰ることになるとされているんだ。じゃあその異空間っていうのはどこのことを指しているの？それについては今でも全くわかっていなくて、プラズマトンネルから元の世界に戻ったというケースは短時間で長距離移動できていたことしかわかっていない。そうなのね。だからサンティアゴ航空513便のように時空を超えてしまう可能性もゼロではないのか。そういうことだ。またダウンバースト、別名下降噴流と言われる現象も鍵になるとされている。これは雷雲など下降へと降りてくる突風が地面に対して激突することで、放射状に影響が拡散する現象だぜ。そのダウンバーストって初めて聞いたわね。この現象とバミューダトライアングルの消失事故にどんな関係があるっていうの？先ほどまで説明したようにバミューダトライアングルで発生している様々な事故では、船舶及び航空機が消息不明となっているものがたくさんあるわけだ。それらの事故がダウンバーストに起因しているということも考えられているってことなのよね。だがダウンバースト自体は低空に限定されて発生することから、上空では発生しないとされているので条件はかなり限定的と思われる。またこれまで起きた数々の事故に共通する航空機の機体の残骸が見つからない事象に対しては、ダウンバーストでは説明できないとも言われているんだぜ。なるほど。まあこれまで言ったように現在はあくまでオカルト的な感じで扱われているが、このように世界中でたびたび消失事故が起きているのも事実ってことは覚えていてほしい。そうねー。今は謎に包まれているけど、もしかすると本当に異空間に迷い込んでしまったものがあるのかもしれないわね。今後も研究は進んでいくと思うけど、何か新しいことがわかる日が来ることを祈っているわ。そうだな。ということで今回は35年後にタイムトラベルしたサンティアゴ航空513便事件の真相について話をしたぜ。話を聞いてみてどう思った？なかなか不可解な事故がたくさんあるんだなって思ったよ。もちろんこんな事故は起きない方がいいに決まっているけど、やっぱりこういう話はぶっ飛んでいるとは思っていてもワクワクしちゃうわね。今後の研究でどんなことがわかるか楽しみにしているわ。そうだな。今回の解説はこれにて終了だぜ。ご視聴ありがとうございました。